はい、松本さん。はい。どうした？声大丈夫？うん。なんかすごい深刻な声が出たから。雨ですね、今日東京はね。そうですね、さっき俺、もう本当10分ぐらい前に会社から帰ってきたんだけど。お疲れ様。はい。その時はね、止んでたよ。あ、本当？今日昼間すげえ雨強くてさ。うん。で、俺は、最近ね、うん、ちょっとこう、今更ながらアナログシンセにハマってるんですよ。はい。アナログシンセってのは、つまり僕はやっぱりほら、僕とか松本くんはさ、MP3 大好き人間でさ、うん、動画もさ、まあ DVD とか、ブルーレイもいいけれども、配信で見ちゃうし、まあ買った DVD だったらね、自分たちでこう取り込んで、なんか手元に置いといてすぐ見れるようにしたりとか好きじゃないですか。好きです。だから、びっくりした。告白されたのかと思った。急に。で、曲とかも今プラグインというものがあるからさ、はい。昔は僕もいろんな機材をさ、お小遣い貯めてね、それこそ中学生の頃からこう、サンプラー1台10万ぐらいのやつを買ったら、それで12秒ぐらいだけこう、サンプリングできるみたいなやつを1個買ってさ、それをシンセサイザーとこう並べて挿して繋げてとかで曲を作ってたわけ。で、今やそれが全部プラグインになってさ、ノートパソコン1個でできちゃうわけですよ。うん、で、まあ、それに比べたら何ら便利なことはないんだけれども、うん、最近なんかね、こう、VHS のカセットテープぐらいの大きさのシンセサイザーをコルグが出していて、うん、VHS 想像してね、VHS のテープね、ビデオテープ。はい。はい。1個があるぐらい。で、あれで1個で、例えば、ベースのうねうねした音だけが出るシンセとか、うん、あるいは昔だったら本当何十万したような機能がギュッて1個に入ってるサンプラーとか、うん、あとは DX7 っていうすごい有名な、ヤマハが作った FM シンセがあるんだけど、もう90年代、はい、80年代の代表的なシンセなの。もう当時のシティポップとか聞くと全部 LP の音はこのシンセの音みたいなやつがあるんだけど、はい、その機能をまるっとVHS の1個に詰めたようなやつとかさ。で、それを1個ずつ繋いで、うん、同時に鳴らすと、こう、曲作りができるみたいなやつがあってさ。うん、で、俺は、ちょっと最近、なんか、曲作りもちょっと楽しくしないといけないなと思って、あえてそういうのちょっと買ってみたのよ。はい。そしたら結構楽しくて、うん、ハマってしまいまして、で、まあ、1台がまあ、高くても2万円ぐらいなのね。やっぱ普通の本格的なシンセに比べると、だいぶ安いから、ちょこちょこちょこって買い集めていたらさ、まあ、今5台ぐらいそれがあるんだけど、うん。やっぱシンセって場所取るじゃない。うん、やっぱ並べるから実際にね、プラグインと違って。で、僕たちが普段さ、今日はスカイプでやってるけど、うん、ラジオタクとして喋ってる机があるでしょ？はいはいはい。あれをもう一回り大きくしようと思って。うん、で、それを自分の作業の時、まあ松本君はスタジオわかるから松本君に伝えるためにいるけど、この普段僕らが喋ってる机を、ぐーっと僕の作業側に引き寄せると、L 字型のテーブルができるじゃないですか。僕が普段曲作りしてるテーブルと、はい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 。二人で喋ってるテーブル。窓側への動線を無視して、そう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 。ってことだよね。そうそう。むしろ思いっきり引き寄せると、今度はプロジェクターのスクリーン、まあ、なんでこんな話をこのラジオでしてるのかわかんないけど、まあまあ、松本くんに伝わりゃいいからいいんだけど、スクリーン側ね、プロジェクターのスクリーン側が通路になるぐらい引き寄せられるわけよ。はい。そうすると、左側を向いてコンピューターと、ちゃんとしたスピーカーと、キーボードとあって、右側に手を伸ばすと、アナログのシンセサイザーがあるっていう環境ができるわけ。はい。で、結構これは楽しく作れるんですよ。飽きが来なくね。なんか、ちょっと遊ぶだけでも、音出してうねうねするだけでも楽しいし、ちゃんと左向けば曲作りのモードになるし、で、右で遊んでるシンセでちょっと変わった変な音できたなと思ったら、それをさって左でコンピューターで取り込めば、それを曲で使えるから。はいはい。最初遊びの。いわゆる小室哲也スタイル的な配置になるわけだよね。で、割とこれぞミュージシャンって感じの作り方ができるわけですよ。マウスでポチポチじゃなくて、シンセとか楽器いじってそれを取り込んでいってみたいなさ、ちょっと多重録音的な楽しみ方もできるし、で、今それがすごい楽しいの。で、実際松本くんにはちょこちょこっと仕事の話、先週もしたと思うんだけど、先々週かな。まあ、LINE かもしんないけど、ちょっと曲数を作んなきゃいけない仕事とかも入ってきて。あれですね。そう、あれ。で、結構今それがいい感じだから、うん、テーブルをもう一回り大きいのにしようと思って。で、白いテーブルだったじゃん。うん、で、もともとさ、結構白いテーブルも傷だらけでさ、しかもさ、マイクのさ、なんていうの、アームマイクのアームが2つついてるじゃん、僕らが喋るようにね。で、これがやっぱ便利。めり込めにめり込む。そう、それが便利なんだけど、マイクの位置が好きなところに移動できるから、それのはめるところ俺が気合入れて締めすぎてるから、もう、めっきめきになってたのね、その天板がね。わかるでしょ？すごいよね。そうそうそう。しかも一回さ、ポジションが気に入らなくて動かしてるからさ、うん、4箇所ぐらいめり込んでるわけよ、その、アームを挟むところが。もう、半分噛みつかれてるって感じだね。そうそうそう。そんで、まあ決してその、急ぎじゃないんだけど、うん、どうしてもやっぱりこの今ある仕事をこなすのにテンションを上げるためにも、どうしても天板だけはちょっと変えたいと思って。うん、テーブルの要は上のトップの板ね。で、これ IKEA で買ったやつだったから、IKEA って足とテーブルと全部自在に組み合わせられるんで。そうかそうか。足は使い回せるんですよ。穴の場所も一緒だから、ネジの。だから、天板さえ1枚でかいの買ってくれば、うん、もうそれですぐテーブルがでかくなるわけ、その日から。で、今日いても立ってもいられないから、今日一人でさ、昼間雨の中 IKEA に車飛ばして行ってきてさ、で、船橋の IKEA に行ったんですけど、うん、その Google のナビ通りに行ったら普段とあんま知らない道でが出たからその通りに行ってたんだけどさ、うん、一箇所さ、なんかなんか行った初めての交差点があったんだけど、うん、信号が、まず直進が出る。うん、はい。で、その後、右に曲がっていいってのが出る。うん。で、右にも曲がっていいし、直進していいってのが出る。だけど、左が出ないの、いつまで経っても。はいはいはい。で、俺は左に曲がりたかったっけ。うん。あ、じゃあこれはもうその直進のところに、直進の時にも左に曲がっていいとこなんだなと思って、うん。しっかり左右を確認して左に曲がったんですよ。進んだんですよ。うん。うんうん。そしたら、って来て、うん。うわー、なんか来たと思ったら、案の定パトカーでさ、うんうん。そこはね、直進の信号が出て、うん。で、右に行っていい信号が出て、うん、その後左に出る信号が出るんだって。へー。そんなとこ俺20年車乗ってて今まで見たことなかったからさ。で、なんか左曲がるの直進と同じ信号だと思ったんで、つったら、ここ違うんですよ、みたいなって言うからさ。うん。貼ってたんすかつって。ここ知らないとかすぐ間違えるから貼ってたんすかつって。うん、いや、まあまあ、それはまあまあ、ほら、全国いろいろね、いろんな交差点があるんで、みたいなこと言ってきてさ。うん。貼ってたんですかつったら、いや、なんかちょっと後ろでカメラで見てたみたいなこと言ってて。でもうそう言われたらもう、俺は長年のあれで別にこんなのごねたってどうしようもないの分かってっから、はい、はい、はい、つってちょっと食い組に言われたこと全部早くしてください、つって。もうはい、これね、つってなんかその、指でハンコさせられるじゃん。やったことは違反ってしたことある？俺はちょいちょい。昔はあった。でも、ちょっと前まで俺ゴールド免許だったからね。ただ20代の頃はやっぱ俺も。あるけど、うん。もう結構前だから。そうでしょ？うん。で、20代の頃とか俺ほら悪だったからさ、やっぱまだ若かったからさ。そうだよね。そう。やっぱ中金とかすぐ切られるからさ。もう車高がめちゃくちゃ低かった、ね。車高がめちゃくちゃ。それで、もう、ただもう、今久しぶりとはいえ大体手続き分かってるから、うん。もうなんか指紋も押さなきゃいけないんだけどさ、もう、はいはい、これね、はい、指こすったら消えるやつねって言いながらこう。もう向こうの説明を全部言わせない感じで言って、まあまあ、反則切符9000円を切られつつですね。はい。IKEA行ってきて、テーブルトップ買ってきましたよ、今日。買ってきて戻ってきてすぐね、付け替えて。一本杉。あ、でもね、ちょっと木目のやつに変えた。それもね、やっぱりその、これから YouTube でいろいろ動画をこうやるにあたって、はい。何種類かあったんですけど、うん。やっぱシンセサイザーが置いてある机っていうのは、木目の方が、それっぽいだろうと思って。なるほどね。なんかその雰囲気も本当に考えたの。そのなんか、俯瞰で映した時の、なんか見栄えが多少でもいい方がいいから。だから、いわゆるIKEAっぽい真っ白いやつあるじゃん。あるね。もあるし、あとはなんかプロジェクターとかで映画見るから、黒いテーブルもいいかなと思ったわけ。反射しないから。で、いろいろ考えたんだけど、一応なんかちょっと明るい感じの木目のやつにしましたね。なるほど。で、濃い色の木目なかったから、これニス塗ればまた変わんのかな。まあ、ちょっとこれ今度来たら見て、相談乗って。なんかそういうのあるよね。ちょっと、暗めの木目にするやつ。ワックスみたいな。あるのかも。だからちょっとそれがこれでもできるのかどうかちょっと見て、できたらやろうかなと思って。じゃあテーブルを変えたよっていう話をオープニングに変えさせていただきます。はい。始めたいと思います。はい。はい。というわけで始まりましたオーディオギャラクシーをお送りしますのは、ラムライダーと松本です。この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。はい。本日のメールテーマは、直接知人、誰かに聞いてほしいどうでもいい話ということで、うん。直接知り合いに話すにはどうでもよすぎる、ネガティブすぎて友達には話せない、オチがないので、関西人に怒られそうなど、そんな話を二人が優しく最後まで聞きます。はい。たくさんのお便りお待ちしてます。今日もだからどうでもいい話だからそんなに膨らまないかもしれないから、うん、もういっぱいくれたらいっぱい読もうね。うんうん、もうだってどうでもいいわけだから、リアクションも多分取れないだろうからね。ということで、この番組では投げ銭の受付をしております。はい、9000円ぐらい入るとすごく嬉しいです。ね、明日僕夕方5時までにね、郵便局に納付してまいりますんで。ああ、なるほどね。俺はもう反則金だけはもうすぐ納めるって決めてますから。反則金ってあれね、7日間で切れるんですよ、期限が。早いんだよ。で、1週間で切れると、郵便局とかで払えるんだけど、これ切れると、なんか警察署行って再発行してもらってとかすげえめんどくさいから、明日だから郵便局に叩きつけてきますから、9000円をね。その場でペイペイで払わせてくれればいいのに。ねえ、ほんとだよね。うん。そう、ちょうど。あれをなんか不便にする意味がよくわかんないんだよな。俺、ちょうどさ、そのなんか、俺、行きのさ、イケアに行く、向かう前にさ、ちょっとさ、スタジオで、スペンサー・コンフィデンシャルっていうさ、映画をネットフリックスで見ててさ、はい。で、これがちょうどなんかなんか、腐敗した、警察官の汚職を描いた映画だったからさ、もうただでさえさ、警察に対する苛立ちがマックスで運転してたのにさ、所長の野郎と思って。そこで捕まったからさ、こいつもなんかカジノのやつに関わってんじゃねえかとか思いながらさ、映画の中でそういう話があってね。ありましたけど、まあまあ善良な多分ね、警察官の方なんでしょうね。腰低かった、でも昔に比べておまわりさん。あ、そう。俺が20歳の頃、免許取った頃、18、19で免許取った頃の警察官は、まあ態度悪かったよね。あ、そう。あと JR の人たちも。ああ。昔に比べたら、まあ、あと区役所の人とかさ、みんな腰低くなったよね。そうだね。まあ、俺も、大人になって区役所とか行くようになった時にはもうすでにそうだったような気がするけど、うん、お客様っていうもんね。そう、子供の頃のさ、駅員さんとかさ、うん。なんか、すごかったもん。だって、まあ、それは本当に俺の友達が悪いんだけど、うん、今井っていうね、俺の友達、うん、中学生の時のもうすぐ調子乗るやつがいいんだけどさ、うんうん、で、俺らが中学生ぐらいってさ、今もうそれこそ都内は全部自動改札になったし、まあ、全国的にもほとんど自動改札になってるんだろうけど、うん、まださ、早稲田の駅がさ、いわゆるカチャ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 って切符切る人がいる、はい、普通の、はい、友人の、改札口だったのね。で、俺たちはそこで定期を見せるわけだ。うん、今考えるとすごいよね、定期見せるだけって。そうだね。定期には大きくね、何月何日までって書いてあってさ、区間と。で、それを見せて、学校から帰る時とか入ってくんだけど、今井っていうやつが、わざと、定期を見せるときに、駅員さんの目の3センチ前ぐらいまでグッて出すわけ。ね、それした時にさ、その駅員が手ギュッて掴んでさ、てめえ調子のじゃねえぞつって言ってきてさ、もう JR なってたけど、あ、JR じゃねえか、早稲田東西線だから、あれだね、東京メトロかな、今の。そんなこと今絶対ないもんね。もうだってそんなの、動画とか撮られたら大変だもんね。まず完全にそいつが悪いんだけどね。まあ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 、うん。だけど、それで調子乗んなよって言われても俺たち笑って逃げてたもんね。怖えって言いながら。ひどい話だよ、ほんと。そんなだった。やだね、そんなストレスのたまる仕事。そうなんですよ。だからこれからもう1年間僕はまた、今まで以上にね、うん、安全運転で行きたいと思いますよ。そうだね、うん。なんかほら、黄色から赤になりそうだけど、行っちゃったとかでさ、信号無視だったからわかるけどさ、めちゃめちゃわかりづらい仕組みの信号で恐る恐る進んで捕まったからね。ちょっと悔しかった。なんかね、うん、ちょっとそういうの、切ないよね。俺前に捕まったのもさ、ロッキン行く途中でさ、松本くんも乗っててさ、高速でしょ？高速の箱崎のとこに一個だけ高速道路なのに信号あるとこあるんだよね。あ、一旦停止か。一旦停止があるとこあるんだよ。そこで一旦停止してないっつって言われたんだけどさ、うん、そんな高速道路で一旦停止あるとこなんか知らねえよって思うよね。高速ではもう一時停止なんて死活問題だからね。あんなのさ、普通に考えたら。警察隊の二人一組で見てるじゃん。うん、もう、あれだと思うよ。はい、来たーはい、みたいな感じだと思うよ。はい、こいつも止まんないみたいな。はい、9000円みたいなさ。そうだよね。そうだよ。売り上げだもん、ただの、あんなの。本当に。まあまあ気をつけますけどね。まあ、こういうのって確かに気が引き締まる面はある、確かにね。うん、ちょっとさらにいつもより気をつけようと思いましたけど、本当ムカついたわ。みたいな。このところですね。どうですか今週1週間は松本さんは。今週はね、うん、俺1917を見に行ったのと、見ましたよ。うん、あと、この最低な世界の終わりを一気見したよ。この最低な世界の終わりってなんだっけ？少年少女が逃避行するやつだ。そう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 。シーズン何個まであるの？俺1話全部見たよ。シーズン2。あ、2か2見よう。なかなかね、不思議な、あれ、漫画じゃないドラマですよね、なんかね。そうだね。今までないタイプの。面白かったわ。うん、さ、うん主人公の女の子さ、うん、めちゃめちゃキルスティンダンスとかない？あ、あるね。ぽいよね。なんか若い頃の、彼女みたいな。で、それこの間もこのラジオで話してたけど、偽、あれの嫁なのね。あ、そう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 。だから、ファーゴのシーズン 2？ うん。で、共演したんだな。そのまんまなんだよね。その時で妊娠して結婚したんだ、確か。へぇー。偽な、誰だっけ？偽あの人マットデーモンね。ああ、偽マットデーモンね。ウソンコマットデーモンの奥さんなんですよね。なるほどね。びっくりした。面白かったですか？面白かった。1917は、なんかさ、売りがさ、なんかこう、長回しみたいな。そうね、ノーカット撮影みたいなこと言ってるよね。あれだったけど、まあ、それがなんか、それゆえにいいっていうよりは普通に面白かったかな。そうだよね。なんかあんまり俺はあれが、ワンカット編集だよね。なんかワンカット撮影とか言ってるけど、ワンカット編集っていうのは、ちょっと気持ち悪くなっちゃう。あんまり長くずっと。あれの時もそうだ、バードマンの時もそうだったんだけど、割と俺三半期間強い方なんだけど、だから例えば、なんだ？POV というか、だから一人称視点とかのゲームっぽい画面は大丈夫なんだけど、ずっとぬらーって動きながらワンカットで続くやつはちょっと気持ち悪くなっちゃうんだよな。まあ映画自体は面白かったけど、ただ別にそもそも途中でカット終わってるシーンあったし、あれをノーカットって言っちゃうのはどうだろうと思ってさ、有村昆ってさ、映画評論家の人がさ、テレビでさ、これ一回撮影失敗したら最初からですからねとか言っててさ、お前それは嘘だろうと思って。上手に繋いでるだけだからね、あれね。何個かに分けて。あとなんか結構さ、なんていうの、塹壕っていうの、地面くぼみみたいな。溝みたいなの。で、ちょっとこう、崩れてこないように木でさ、組み立ててやってる、あれを見て、デス・ストランディングって思ってね。あ、そうだね。結構ゲームを思い出すようなところはいっぱいあったよね。ゲーム的な。で、なんかね、そう。で、要は、まあ、シームレス編集って言われてるけど、ワンカットでね、ずっと2時間ぐらい映画が続く戦争映画だっていうので、触れ込みで、宣伝していて、で、実際俺が見たら、まあ、なんとなくだけど、この辺繋いでんなってのはあって、で、まあ、当然別にワンカットだとは思ってないから、だけど上手に繋がってるなって思ってたの。だけど、上手にこう、うまく、編集で繋げたなって思ったところの、半分ぐらいは、ワンカットで撮ってたの。それがね、別にそういうことじゃなかったんだ。それがね、なんかそうそう、なんか、川を渡るだか、海を渡るだかのシーンとか、水を越えるとことかもあるんだけど、そこをなんか、振動しないで手渡しできるシステムみたいのを作って、何人かのカメラマンが本当に、なんか、リレーして撮ってるシーンもあって、ちゃんとメイキングとか見たら面白いかも。そうな、そう、メイキングが気になった。そうだね。だから、ブルーレイとか出たら、それだけのためにちょっと見てもいいかなと思った。なんかもっとさ、昔の映画のさ、俺時々これもツイートしてるんだけどさ、俺メイキングすっごい大好きで、DVD と VHS の特典とか、DVD の特典とかでさ、だけど、そういうのってさ、セル、やっぱりまあ特典だからわかるんだけど、やっぱセルのさ、ブルーレイとかの特典でしか見れないじゃん。例えばターミネーターのここはこういう CG の作った人のインタビューとかさ、こうやって撮影しててみたいなやつって、ああいうのだけで有料でもいいからもうちょっと配信とかしてくんないかなっていつも思うんだよね。確かにね。Netflix とか Amazon でもいいし、別に俺正直映画とかが400円だったら同じ400円出してもいいから、例えばもう見た映画ね、映画館で見た映画のメイキングだけはお金払ってみるとかしたいんだけど。確かに。それやったらいいのかな。気になるよね。パッケージ売りたいのはわかるけどね。でもどうせ買わないんだからみんなそんなに。っていう気はしてますがね。確かに確かに。いいですね、映画ね。うん、映画。久々になんか今年あんま見てなくてさ。映画館で。気がついたら。そう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 。うん、なるほどね。俺ね、ネットフリックスでね、うん、昔見た映画で、なんか急上昇みたいな感じでランキングに入ってるのがあって、うん、だけど、まあまあ好きな映画だけど、そんな別に名作ってわけでもないし、なんだろうと思ってね、コンテージョンっていう映画があるんですよ。はい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 。わかります?このタイミングだからだね。そうで、あ、うん、そっかと思ったのは、そのコンテージョンっていうのは2011年の映画なんですけど、うん、要は、まあ松本くん知ってるか。見た?見たんだけど、うん、俺それアメリカで映画で見たから、あ、映画館で?うっすらしか分かってないんだよね。要はね、謎の伝染病が発生して、うん、で、それがちょっとずつ広がっていって、うん、で、まあ、人が死んだりする中で、いろんな人が主人公として生き残っていくためにどうするっていうのと、どうやってウイルスが広がっていくかっていうのと、ウイルスが広がるとどういう人が何を発言するかみたいなのが全部ワンパッケージになってる映画で、うん、で、めちゃめちゃ面白いんだけど、ただ見た当時俺が思ったのは、うん、まず発症元がね、まあ、原因は最後まで見ればわかるから、そこはあえて言わないけど、発症元は中国なんですよ。で、初めて問題になるのが、たまたま、その病気が伝染して倒れた日本人がバス停、日本で日本人がバス停で倒れたところ、誰かが動画を撮って、それを YouTube に上げて、そこから話題になるわけ。で、バーって広がって、アメリカの映画なんだけど、それでどうこうなんだけど、俺その映画、当時見た時は、うん、そんなね、中国でその謎の奇病が発生して、日本にも伝って日本で死者が出て、で、そのヨーロッパとかアメリカの人たちがどうしようこうしようっていうのは、うん、まあわかるけど、シチュエーションとして、ちょっと差別的じゃないかなって思う面もあったわけ。はいはいはい。なんかアジアから謎の疫病がやってきてみたいのでみんながあたふたっていうのはさ、うんうん、ちょっとなんか、多分その時ね、豚インフルエンザとかなんかいろいろあったのかな、なんか。あったとはいえ、なんか、この作りフェアじゃないなって思ってたんだけど、もう今回のコロナとほとんど同じだよね、もう。その、中国から謎の、でもやっぱり飛行場でね、ちょっとこうなんかその手続きをやる、なんていうのかな、その、要はさ、ウイルスって見えないからさ、映画の中ではそのウイルスがもちろん CG で描かれるわけじゃないんだけど、ただカットがさ、その、中国、チャイナレストランでお金を払うときにカードを受け渡した、そのカードから手を渡ってカメラがずっとその手を追っていって、で、その人が空港に着いて空港で手続きをしてるボタンに今度カメラが行って、で、今度誰か知らない人がそれを次の人にが手続きをするためにボタンを押すと、その次の手続きをした人をカメラが追いかけてみたいなさ、そういうなんか伝染が広まっていくところをただカメラが人を追いかけるだけでやっていく感じがすげえ面白くて、これ今ネットフリックスで見れるんですよね、無料で。あ、そうなんだ。そう、ぜひ。松本くんももし見てなかったら、今見るとめちゃめちゃ面白いよ、本当に。もっとやばい感じだよね。もっとやばい感じ。まあまあ、その、症状としてはもっとやばい感じだね。ただまあまあ、人が死に至るっていう意味では、まあ、今見ておくと。そうそう。だから症状よりも、その周りの人の反応自体はほぼ一緒だから。で、まあ、その先のワクチンを求めて、いろいろやるとか、あとそのなんか、政府は嘘をついていて、本当はこういうものが効くっていうブロガーが出てきたりするのよ。世の中の動きというか。そう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 。もうだって、恐怖はウイルスより早く感染するってもうまさにだもんね。そうなの。これ、今めちゃめちゃ見ると面白いから見てほしいな。というところですかね。はい。おすすめです。曲いきますか、1曲目。はい、行きましょう。1曲目、今絶賛、ミュージックビデオ作成中でございます。この曲聴いてください。ラムライダー Set Me Free。 はい、というわけで聴いていただきましたのはラムライダー、現在服部グラフィックスさんがめちゃめちゃ頑張ってミュージックビデオを作ってくださってます。 Set Me Free 聴いていただきました。あれ松本さん、はい。あ、出た。そう、ミュージックビデオね。トレーラーをちょっと先出そうと思って、ここ数日の間に、今、その部分だけ、急ピッチで完成させていただいておりますが、とても可愛くて面白いビデオになると思うので、ぜひ皆さん期待しておいてください。はい。さあ、今週はどうですかね。あとなんかありましたかね。俺。なんか、もうさ、コロナが思ったより長引きそうじゃん。そうだね。どうしたらいいんだろう。いろいろどうなんだろうなって思っている。いや、もう今日も朝株価やばかったっすよ。アメリカもやばいし。円高もなんかすごいんでしょ、今。99円いった 102 円ぐらいまで101円ぐらいまで見たけど、だからもう色川さんとさ、うん、プラグインセールやってるぞっつってその海外のプラグインどれ買うみたいな全部 10% オフだぞっつって、だってこの間まで110円ぐらいだったから、なんか買うかぐらいの感じよ。だからもうみんなでさ困るしかないなって思うね。なんかね、なんか、みんな外出れないみたいな感じじゃん、ね、ぼんやり、うん、でまたさ、自粛10日伸びたでしょ。そうね。自粛要請が。そうね。いつまで伸びんだろうね、こういうのもね。いやー、まあ、どうなるんだろう。だから、そうね。こういう場合に、なんか俺が怖いのはさ、やっぱりその、うん、政府がさ、うん、こんな時だから一丸となってっつってさ、なんかいろんな法律をこう自分たちで自由にできるようにされる方が俺はあんまり好きじゃないから、もうみんながそれぞれ。お前、先週俺がいない隙にまた政治の話してただろ。いや、それはいいじゃん、別にしたって。もういいよ、政府の話は。なんでよ、別にいいじゃん。俺の考えを話してるだけだから。いいんだよ、別に。面白くないんだもん。だから松本くんと話すときしないじゃん、別に。いいんだよ、それは。面白くないかどうかはいいんだよ、それぞれ。面白くないよ。聞く人が決めればいいんだよ。そんなこと言うんだったらちゃんと。だから政治の話はソロでやってよ、だから。だからソロでやったじゃん。ラムライダーの政治、だったらそれラジオに来たら俺別にその話しないから、一人になったらその話しちゃうんだから、いいんだよ別にそれは。だからどうなんだろうねって話ですよ、コロナもね。俺らもだってイベント控えてるしね。政府が法律をみたいな話今また仕掛けたでしょ。いいじゃん別にそれぐらい。もう大人なんだからいいじゃん、したって別に。聞きたくないよそんな話は。聞きたくない。そんなことより餃子の王将が休校の子供へ弁当270円で販売です。そういう話をすればいいじゃん。それはそれでしたらいいじゃん別に。共働き世代を手助け。何それだって結局政治の話になっちゃうよ。で、餃子の王将のね、この子供向けの弁当を見て、写真を。探して、ニーツくん。焼き餃子2個とウインナー2本と唐揚げ。あ、いいじゃん。ご飯。いいじゃん。これが270円だってよ。すごい、夢のご飯だね。やばいよ。大人はダメなのかな、これ。大人も買えんじゃないの？その、だって別に、お家で持って帰るとかっていうこともあるかもしれないです。子供のために。いちいち相手見て決めないんじゃない？そうだ、こういうのがあるのは、まあ、ある意味コロナのおかげだけど、うん、こうでもしなきゃいけなくなっちゃってんだもんね、いろんなものが。もうだって、うん、ライブハウスとかさ、うん、やばくない？ライブハウスもやばいし、イベンターの人がまずいよ、本当に。一番やばいのはイベンターの人だよ。まあ、イベンターもそうだし。イベンターの人も本当何千万クラスでもう赤出てるところいっぱい。いわゆる不要不急とされている人たちが大変だよね。うん、なんで音楽だけをこうターゲットにするのかわかんない、本当。全部必要だからやってることじゃん。仕事じゃん、こっちだって。一番だから忖度がいらないところだからでしょ？まあ、コントロールが効くってことじゃない。いろいろお金が回ってるから、その。もう意外とさ、来週とかさ、連休あんじゃん。うん、来週、20日、うん、20、21、22って3連休じゃん。うん、でそこ俺もたまたま休みでさ、うん、ちょっとどっか行こうかなと思ったら、意外とホテルは埋まってんのね。あ、そうなの？うん、いや、それでも全然空いてるって。京都とかは結構あれだけど、だから、意外とその、海外からの観光客の人が来るところが結構ダメージ受けてて、うん、その国内、日本の観光客の人が行くとこは意外と入ってたりするんだよね。いやだからさ、風景が綺麗とかで行くんだったらいいけどさ、その行った先の施設がやってなかったりするじゃん。うん、店がやって。ホテルはやってんだけど、まあそうだよね。ホテルはやってるけど。お店とかがね。お店とかやってなかったらさ、それはまあちょっと遠出するの楽しいけどってなるし、いや、本当だってその、出勤をするなとも言わないし、それこそなんか旅行行くのもあんまり別に言ってないんだよ、うん、政府は。言い方としてね。海外ちょっと今行ったら帰ってこれなくなった。そう、それはもうあるけど。はい、入れてもらえなかった。いや、なんかその音楽イベントだけがこんなに集中的にメディアも含めて言われるのは、ちょっとほんとしんどいなって思うね。周りの人もいっぱいでかいのキャンセルになってるし。エンタメ系だよね。そうそうそう。だから演劇、舞台、音楽だけだけど、うん、別にそれ以外にも人が集まるイベントなんかいくらでもあるじゃん。これでまた俺が怒って文句言った政治の話ってなっちゃうでしょ？だけどそうじゃん。まあまあまあ、そこはそうだよね。それだ結局繋がってんだ。もういい年だから、それはしょうがないよ。日常が政治と繋がってる。法律を変えられたらみたいな話は知らない。それはしたくない。だから音楽の話はしたい。松本君はもうずっとやっぱその殻に閉じこもっていたタイプだから、ね、やっぱな、その、外を見たくないタイプだからな。いや違うんだよ。もう本当に政治の話なんか聞きたくないんだよ。それも松本君の好みだから、いいよ。別に松本君の。俺の好みで。半分を俺の番組でもあるからもう聞きたくないの。だからしてないじゃん。一人の時しかしてないじゃん。そんなのはいいんだよ。そんなことは今ここで言わなくていいんだよ。そんなことはいいんだよ。うん。で、それが聞きたい人もいるから大丈夫よ、別に。聞きたい、俺が一番聞きたくないから、だったらもうやりたくなくなっちゃう。そんなに政治の話してるつもりすらないんだけどな、こっちは。あ、本当？ないよ、別に。日常の。じゃあ、それが一番怖えな。いや、そんなことないよ。その、政治の話してるつもりないっていうか、政治の話を、これは政治の話じゃないとは思ってないけど、俺はその、もっとやばいテンションで政治を話してる人いっぱい知ってるから、右も左も。だから、その上を見てもしょうがないのよ。それ上なんだ、それは。そう、上。俺はそれを下だと思ってるけど。下だね。まあね。うん。まあ、それはもう、リスナーの人の意見も、あれ、加味しましょうよ、じゃあ。まあ、その、ラムさんの政治の話もっと聞きたいですっていう人。そんな人は別に、そんな人はいないと思うよ。箱番組でね。いや、あ、そんな箱番組いいね。箱番組でやってる。それならいいよ、別に。うん。うん、わかった。そうだね。ラムライダーのポリティックナイトをやってほしい。そうだね。そうだね。朝までポリティックナイトをね。やろう。全然別にいいよ。長い箱番組。そんな別に難しい話をするつもりはないから。うん。あとなんだ、今週はね。そうね、コンディションが面白かった話。またミキサーにお茶をこぼしたんだよな、今週、色川さんと。もう何回やるの、それ。まあ、そうだね。がっつりミキサーの中に入ったのは2回目だね。お茶いつも何で飲んでんの？どういうこと？何で飲んでるって、コップってこと？そう、だからその、もうちょっとさ、こぼれにくい飲み方をしようっていう工夫をさ、今後はしていこうよ。別にさ、あれだよ、その、飲んでる時に口からこぼれてミキサーに入ってるわけじゃないから、だからその、入ってる、うん、まあ、口の広いものを倒しちゃうわけでしょ、うん、そう、だけど、いや、だからそれはやっぱりね、色川さんに言われたけど、もうそもそも、うん、もうこの机に置くのは禁止って言われた。まあ、それはそうだと思うけど。ね、俺もそれは守ってたんだけど、たまたまその時だけ置いちゃったんだよ、ミキサーの前に。もうたまたまその時は毎回でしょ？で、ボリューム上げようとして、あってやって、もうドバドバ入ってったわけ。量にすると、うん、ちっちゃいレッドブル1本丸っとぐらい。もうさ、赤ちゃんが飲むさ、ストロー付きのさ、なんかそれ色川さんに言われたよ。使わないように。色川さんに言われたよ。これを買えっつって、リンク開いたらアンパンマンの蓋ついてるストローのやつだったよ。それかもう哺乳瓶ね。俺コーラ飲んでんだよ。哺乳瓶でコーラ飲んだら。哺乳瓶でコーラ飲んだら絶対美味しくないじゃん。その代わりミキサーにはこぼれないから。そうだね。うんうん、そう、それで、今回こぼしたのはジャスミンティーだったんですけど、うん、すぐ電源切って全部引っこ抜いて、でも拭けるとこ拭いて逆さにして、ずっと寒いのに窓開けて、色川さんも作業してんのに、うん、窓開けて乾かして、2日ぐらいまるっと置いといて、まあ、その間はそのベリンガのさ、イベントで使ってるミキサーあるじゃないですか。あれを代理で持ってきて、それでずっと作業して、まあ仕事にはそんなに支障はなかったんですけど、うん、で、昨日朝一で電源入れて全部チェックしたら大丈夫だった、今回は。そのミキサーって何回こぼされてんだっけ？いや、前回は、うん、新品に交換になっちゃったから、なっちゃったっていうか、していただいたから、だからじゃあ歴代のこの子にとっては初めてよ。この子は初めてそんなお茶なんかかけられたの初めてだから。そうか。前回コーラだったけど、今回やっぱお茶だからよかったんだろうね。糖分がないもんね、うん。糖分がないってのは、功を奏したのかもしれない、ね。ねちゃねちゃしないからね。そう。なんで、で、今は全部後ろのテーブルあるじゃん。ソファーの前のテーブルに。はい、ローテーブルね。そう、それに全部なんか、ガム手みたいな輪っかのやつの上に入れて置いてるね。いや、多分ね、またやるよ、それは。いや、もう、こんな悲しい思い。多分またやるから、もう置きがちな場所になんか安全地帯を作った方がいいんじゃないかな。そう、だから堤防みたいなのをミキサーの周りにさ、なんか、作った方がいいかもしれないね、壁みたいな。すっごい、こう、腕に角度つけないとつまみ、そうだね。つまめないぐらいの。それぐらいにした方がいいね。いや、だからあれ欲しいんだよね。なんか机にクリップするさ、ドリンクホルダーみたいなやつ。でもそれもなんか俺肘とかにぶつけて床にこぼしそうな気はしてる。まあそのミキサーにこぼすぐらいなら床にこぼれた方がいいよね。でもね、そうね、だから、うん、もうちょっと気をつけようかなと思って。まあ今回はとりあえず事なきを得たっていうか、またこれ時間経ってから何が起こるか後遺症があるからね。そうだよね。中で錆びてるとかさ。あとさ、なんかジョギングの人がしょうさ、うん、カバンになんかポンプみたいなのついててさ、あるね、あるね。それに入れて飲んだらいいんじゃないの。そうだね。ずっともうストローで飲むといいと思う。でも、そうだな。だから、よく考えたらさ、うん、その401の今回のグッズのマグがさ、カバーがついてるんですよ。蓋がついてるから、それで飲むのもいいかなと思ったけど、まあ結局蓋すんの忘れるんだろうな。やっぱストローだな。うん。うん。色があれじゃん。ニーツくんが、はい、貼ってくれたよ、アンパンマンのやつ。両手で持つところついてるよ。両手で持てるようになってる。本当にこれを使ってほしい。これ作るか、グッズで。これ作れんのかな。作れんじゃないこれ。でも誰が買うんだよこんなので。だからテーブルで飲みたい人。テーブルで。いや、キーボードになんかこぼしたりとかみんなやってるでしょ。いわゆるキーボードって、文字打つ方のキーボードはさ、みんなそれ結構安いからさ、買い替えてもあんまり記憶に残ってないだけじゃない。どうなんだろうね。いや、このミキサー7、8万しますからね。いや、本当によくやるよね。うん。よくこぼすよ、ほんと。ダメだよ。まあ月収4000万だからあんま気にならないかもしれないけど。あと80代買えるから大丈夫だけど。うん、いや、ほんと気をつけないとなっていうとこですかね。うん。2曲目いきますか。いきますか。はい、じゃあ2曲目お願いします。誰だよ、これ。今日の2曲目はね。うん、はい。放送前にちょっとね。そうそうそう。誰って言ったらどう。そうそうそう。ごめん、誰だよっていうのは俺が知らないのが悪いんだけど、ちょっと前段のやりとりがあってね。まあ、俺も知らないけど。お願いします。いい曲なのね。2曲目。ドングリズでドミンゴ。はい、聴いていただきましたのはドングリズでドミンゴでした。めちゃめちゃかっこよかった。かっこいいよね。すごい。誰だよって言ってごめん。てか、誰だよって言ったのは。いや、もうなんか、Spotify とかでさ、なんか、いろいろ聴いてるとさ、もう、素性のわからない人のかっこいい曲がいっぱい出てくるからさ。そうだよね。うん、誰だよって言ったのは、俺が放送前に、この2曲目に用意してるドングリズって誰って言ったら、松本くんが強めに、ドングリズだよって言うから、誰だよって言った会話を再現しただけで、知らないことが当たり前だと思ってませんか。俺もそのドングリズっていう名前以上の情報持ってなかったから、曲聴いたらめちゃめちゃかっこよかった。ドングリズだよって。いいね。うん、かっこいいよね。今週はあんなとこでお便りいきますかね。いっぱい来てるといいな。はい、今日のメールテーマ何でしたでしょうか。今日のメールテーマは誰かに聞いてほしいどうでもいい話です、お願いします。はい、東京都スーパーソニックちゃん、あまりお友達には相談できないのでお便りします、私はずっと顔がコンプレックスです、今はマスクもないので顔を隠すこともできません。ああ、なるほど、不足してるから。可愛くなりたい、可愛く見せたくてお化粧やいろんな人を見てるけど自分の顔じゃうまくいきません、体は筋トレしたりマッサージしたりで改善してきました。あまり人に言うと謙遜しているのか嫌味なのかと本当にそう思っていても相談できず溜め込んでしまいます。顔にとらわれて自信がなく一歩踏み出せないことを改善したいのでアドバイスをください。お二人はマインドを変えたことはありますか？うまくいった例がありましたら教えてください。マインドを変えた例？うん。ソニコちゃんでもあれ来たことあるよね、イベントね。うん。まあ、やっぱりこれはそういうふうに言われるってことなんでしょうけど、まあ普通に可愛らしい方じゃないですか。うん。でもやっぱり本人的にいろいろ気に入らないところがあるってことなんだろうな。そうだろうね。こういう見た目のコンプレックスってどうすればいいの？そうだ、きっと、世の、まあ男性、女性含めてさ、周りからはもう羨ましいと思われるような顔をしていても気に入らないところが自分的にはあったりとかっていうのはきっと、そうね。みんなあって、いや、あるある、みんなある。俺もある。だから俺は、やっぱり、もう何回もこの番組で嫌なんだけど話すのが。鼻がね、僕鼻の形はそんな嫌いじゃないんですよ、自分の鼻がね。うん。割と横から見ても、俺あんまりちっちゃい頃は思ったことなかったんだけど、中学生ぐらいから鼻がそんなに、鼻が高いって言われたりとかするのはそんなに悪いことじゃないと思ってたんだけど、その鼻の形に対して鼻の穴が小さいわけ、すごく。そうだね。爪楊枝ぐらいしか入ってない、ね。そうだね。まあ、爪楊枝ぐらいだから、粘土で鼻をせっかく綺麗に作ったのに、その爪楊枝で引っかいたぐらいの鼻の穴の大きさしかないわけ。で、これはすごいコンプレックスだったんだけど、多分なんか松本くんがやたらそれをずっとバカにしてる時期があって、俺鼻のことじゃなくて、うん、笑うと谷亮子に似てるっていうのをすごく、それも今言わなくていいけど、それもそれは未だに克服できてないから言わなくていいんだけど、うん、で鼻の大きさの割に鼻のちっちゃいよねみたいなこと言われて、うん、で言われて、うん、なんかそれでなんかどうでもよくなったんだよね。なんだろうね。まあなんかなんだろう、俺鼻の穴が小さいって思ったことがない、別に。あ、本当？うん。じゃあなんか多分それを言ってたんだとしたら違う人だと思うけど。そうかな。うん。俺はもう笑ったらっていう方を専門で、うん。もうその笑ったら谷涼子の方はしばらく笑えなくなるぐらいもうダメージでかかったから。しばらく人前で笑えなくなるぐらい傷ついたからあれだけど。あと未だに似てると思ってないし。ああ、そうなんだね。うんだね。ああ。だからなんかなんだろうな。まあもう受け入れるというか、諦めるというか、うん、なんだろうね。あんまりそれで。なんかどっかでも、その、どうにもならないじゃんっていう。うん、俺だってさ、そんなん言い出したらさ、うん、ねえ。ひどいもんですから。まあまあ、だからそうだね。だから最近、俺がその、マインドを切り替えたっていう意味で言うと、何でもそうなんだけど、仕事でも何でもそうなんだけど、基本的に自分の評価より他人の評価っていう風に思うようにしている。だから顔とかに関しても、俺は気に入らないとこいっぱいあるけど、俺の顔が好きって言ってくれる人がまあ一人でもいるんだったら、もうそれでいいって考えてるかな。俺も割とそっちかな。うん、だから。それでも、好きだと言ってくれる人がいたりするので、うんうんね、俺は松本君の顔好きだけどね。俺は松本君の顔好きだからやっぱり。あ、そうなんだ。うん、だからやっぱいいと思うよ全然。その重い一重まぶたもいいと思うし。もう激重のね。開いてんのかなっていう目もね。でも慣れちゃえばやっぱその人の顔がやっぱ安心するみたいなのもあるしな、友達でいても。なんかね、そういうのもあるみたい、ね。そこに対してあんまどこが悪いとかって思わなくはなるよね。っていう感じかな。だから、可愛いって言ってくれる人がいるんであれば別にその人の言葉を信じるのが一番手っ取り早い気がする。そうだね。まあ自分含めて全員がっていう顔はないと思うし。そうだね。うん。曲とかもそうなんだよね。自分がすごい自信があった曲がいまいちだったりしてもへこむし、なんか自分がそんなでもないなと思ったやつの評判が良くても、なんかそれはそれでへこんでたりとかしたの、昔はね。狙ったものと違うとか、あと自分の価値観が人と違うということの、その、なんかギャップに悩んだりしたけど、最近は。狩野英孝パターンね。そう、あんまそれだからそうだね。あんまそれはないな、最近は。なんかみんなが、パッて簡単に作った曲がみんながすごいいいって言ってくれたら、あ、ラッキーって感じだし。うん、そうだよね。得したって思った方が。そう。ね。いいよね。じゃあまたこの軽いノリで、なんかさ、今さ、その、いっぱい案件を抱えてる中にね、その、ひらがなマッスルって酒井さんのやつでもちょこっとまあ手伝ってるじゃないですか。で、まああんま詳しいことはまだ話せないんですけど、なんか曲一曲ぐらい、こう、なんか必要な、だったら書き下ろそうかなと思っていて、で、ちょうど色川さんもそのミキサーこぼした日ね、色川さんもいたから、めちゃめちゃこう軽い気持ちで悪ふざけ半分で30分ぐらいで曲を作ったの、歌詞もメロディーも。それが結構いい曲に仕上がりそうでさ、なんかあんまりそのかけた努力とか悩んでることとかと成果ってあんまり結びつかないなと思って。そうだね、なんかそういうのあるよね。軽い気持ちでこなした方がいいんじゃないかな。という気はした。まあちょっと離れてしまいましたが。他人に委ねてしまうっていう。他人に委ねるがいい。他人の評価を委ねると他人の評価を信じる。疑わない。他人の評価がひどかったらそれはそれであれだけど、そうだね。そうじゃないんだったら。他人の良い評価はもうそのままストレートに受け取っておくのがいいんじゃない？自分と他人と評価のいい方を信じるっていう。ああ、そう、それ。いいんじゃないか。そうだね。やっぱ政治の話よりこういう話の方がいいね。そうだね。いや、本当だよ。そこでさ、本当だよ。いや、そこでその強い感じで本当だよって言うなよ。前だってなんか普通になんか選挙の話とかしたじゃん、二人で。してたね。どこ入れっかねみたいな。楽しいじゃん、あんなの別にあれは。してたけどなんかね、その、ラムのエンジンがかかりやすくなってんのよ、最近。まあ、でもだいぶチキ離れ、ラムライダーのチキ離れはだいぶできてるからいいんじゃない最近は。そんなでもない。だからもう、そう、その調子でお願いしたいと思っています。まあいいじゃないですか、大人がやってるラジオなんだから、そこはね。そこはもう絶対結論はもうグダグダにするから。そんな松本くんが嫌がるほどは言わないし、けどもう絶対言わないとは言うとは、それはそれなんか負けた気がする。でも、箱番組にしてくださいって言って。そうだね。ジングル作ろうか。ジングル作ろう。はいはい。次行きましょう。ありがとう。はい。はい。ててててれってってやつね。うん、そうそうそう。ててててれってみたいな、ちょっと似てるだけのやつ。ちょっと似てる感じのね。次行きましょう。次。世田谷区ブラックマンさん。はい。スタッフの皆様、ラムさん、松本さん、こんにちは。401T シャツ、白と黒が届きました。これ着ていろんなイベントへ行きたいです。ありがとう。遅くなりました。本日のメールテーマ、誰かに聞いてほしいどうでもいい話。うん、ここ最近、健康診断を受けて血圧が高くなっているのを2度指摘受けました。うん、酒もほどほど、タバコも吸わないのですが、結局メタボ気味なのが原因らしく、思い切ってスポーツクラブへ入会したのですが、うんすぐにコロナ問題で休業中、うん、なかなか思い通りいかないものですね、うん、私のどうでもいいけど少しだけ聞いてほしい話でした。いやスポーツクラブがめちゃめちゃ映るんだってね。まあ映りやすいんだやっぱり。飛沫という飛沫、そう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 、そして粘液という粘液だからね。でそのやってる最中もやっぱり呼吸がでかいじゃん。息切れたりもするし、だからね、すごく感染しやすいらしくて、と言いつつ、この間俺、酒井さんと二人でずっとそのやってたんだよな、ジムでな。お客さんほとんどいなかったけどね。おばちゃんが一人最初にいたけど、その人もいなくなってて、二人で貸し切りだったから、まあそれでも気をつけたけど、まあ閉まっちゃったらしょうがないよな。そうね。どう？なんかその仕事でもなんでも、これが一番影響でかいみたいな。IKEAはそこそこ人いたわ。あ、そう。でもみんなマスクしてたけど。なんだろうね。まあ、仕事をしてても、今さ、その、小売店とかってさ、閑散期だったりもするじゃん、そもそも。そもそもが？そう、だからまあ、それもあるだろうし、コロナもあるだろうし、みたいな感じがするな。でもまあ、街歩いてて、みんなマスクしてるし、でもご飯屋さんとかは割と普通に混んでるよね。そう、でも店におんのかな。俺昨日朝サブウェイ行ったらお客さんゼロだったな。さ、朝ってか11時半ぐらい？秋葉原のサブウェイだよ。あ、そう。ああ、そうなんだ。やっぱちょっとほら、サブウェイってさ、手で作るじゃん。ああ、なるほどね。だけどマスクもしたし、もちろん手袋もしてるし、帰って安全なんじゃないかってなんか俺なんか思っちゃうんだけど、でもなんかその業態によっては、あとほら、バイキング形式のとこはもうダメでしょ。全然お客さんいないよ。ああ、そうかもね。なんかあれ、食べ放題とかで自分で取るようなところはやっぱ怖いよ。実際怖いじゃん、やっぱ。まあね。だからその辺は打撃を受けてるかもしんねえな。俺はたまたまね、まあイベント何個かキャンセルになってるけど、制作がガッと入った時期だったからまだ良かったけど、ただその俺に制作を依頼してる人たちだよね。曲出来上がった後にいろいろやろうと思ってたこととか、本当にできんのかなとかさ。まあメディア関係の人は全然、その、メディアで流すための音楽は困んないけど、今曲作ったりもしてるから、人のために。その人たちはちょっと心配。まあ自分もそうだよな、こんだけ曲出してて、これからライブっていう時にさ。そうだよね。まあだから来年とか今年の後半ね、収束して、から、こう、徐々にやっていこうかな、ライブは。それまでいっぱい曲を作ってね。なんかこれを機にさ、もっとこう、配信でちゃんといい感じにお金をもらってやれるシステムみたいなのが進むといいなって思うよね。そう、だから今回その天板をね、買い替えたって話を冒頭にしましたけど、そのちょっと木の柄のやつにしたっていうのも、ここでそのアナログのさ、そのシンセいっぱい使った配信とかを夜ちょっとやってみようとか思っててさ、そういうので、見栄えを気にしたのもあるね。あともちろんその YouTube も、やっとこれからちょっとその曲一段落したら編集したりやろうと思ってるけど、それのためにこう見栄えを整えてるっていうのもあるかも。そうだからやっぱ、いいね、そうだね。やっぱり、この、いろいろ言われてることだけどさ、その、必要じゃないものっていうのがこう浮き彫りになるわけじゃん。やっぱ今回のこのコロナの件で。必要じゃないものって、大勢がそう思ってしまうもの？例えば、例えば、もちろん、絶対、全く意味がないわけじゃないけど、こんなに毎日みんなで会社に集まって仕事する必要あるのかっていうところが今さ、試されてるわけじゃん。で、俺は全員、それこそヒロポンみたいにね、そのジークさんの嫁みたいに、家の椅子と机だと疲れるみたいな人もいて、あと家にネットがない人とかさ、結構 IT の会社で働いてる人もいっぱいいるらしい。家にネット引いてない人。ああ、そうなんだ。それでリモートワークするのに、じゃあその通信どうすんだっつって、家にはそういう環境ないから会社来ますっていう人もいるらしくて、そういう人はもちろんいるからしょうがないけど、でもなんかこう何ヶ月かこういう生活多分俺ら強いられる中でさ、うん、そのみんなで集まってわざわざやんなきゃいけないことじゃないんじゃないかみたいな見直しが進んでくれるといいよね、俺ら的には。みんなが家にいる時間が増えたりするといいなと思う、作業量そのままで。確かにね、うん、なんかこう負担が重かったものが軽くなる何かのきっかけに、まあ本当その満員電車だけはなんとかしてあげてほしいわ。俺なんかはいいよ、全部車で移動してっから。ちょっとでもね、みんながそれで変わるといいですね。メルカリマスク出品全面禁止になったんだね。そうだね。まあなんかここも難しいよな。たまたま今回マスクだったからさ、しかも法律でマスクも規制するらしくてさ、そんなどうせもうちょっとしたらすぐ出回るものをそんな法律変えてどう、あ、また政治の話だった。危ない危ない危ない。また政治の話。政治の話。番組にしていただいてもいい、ね。普通に話してると繋がっちゃう。でも、それいや、マスクだけ禁止してもしょうがないじゃんっていう気はするよ。まあね。うん。それは。他のものをまた買い占めて転売する人はいるだろうけど。そうだね。私も。すごいね。なんかその、なんかさ、なんか言い方あれかもしれないけど、メルカリって何でも売っていい感じがするじゃん。そうだね。メルカリのその武勇伝みたいなのいっぱいあるじゃん。なんか現金が出品されてたとかさ。そうね。いろいろあったね。なんかああいうむちゃくちゃなことをやってるメルカリですら、もうそのマスク禁止にしなきゃいけないぐらいの事態なんだなっていう、そのテレ東がアニメ以外をやってるみたいな、そういう感じの判断基準になってきたよね、メルカリもね。禁止されてんのかな。なんか、そうだね、議員さんがマスク売って888万儲けたなんて始まったね。あれ笑ったな。あれもさ、なんだろう。すごいよな、あれ。これ大丈夫？これ OK？ なん聞かなきゃいけないのいちいちこれ。政治に繋がるかどうか。嫌なんだけど。カジュアルに話させてよ。聞いてくれたらいいよ。聞いてくれたら俺がいいか悪いか。毎回なんだよ、そのシステム。絶対嫌だよ、それ。話すぞ、今から俺はこのマスクの話を転売の。いや、そのね、政治家の人がさ、そのマスクをさ、転売してヤフオクで。転売じゃないんだよな。なんかずっと自分の持ってる会社で、在庫で抱えてたやつ、寝かしといたやつを、めちゃめちゃその、ヤフオクにいっぱい出して888万ぐらい儲けてたと、今回のことでね。で、なんかその会社をね、辞任したんだって。で、政治家は辞めないんだって。逆じゃねって思うんだよね。やっぱその、みんなの公金を預かってやってるとか、そういうところで、困ってる人に高いものを売りつけてっていうのは政治家の資質としては良くないから政治家は辞めるべきだけど、商売人としては完全に正しいから、会社頑張れよって思った俺は。しかもそれも今回のために裏で仕入れたんじゃなくて、何年か前に仕入れて全然売れなくて、ずっと在庫で抱えてたやつを今回ヤフオクで1円スタートで売ったんだって。要は市場に委ねようっていうことで全部をなんか 何百個かセットのやつを1円スタートで売ったら、あれよあれよとどんどん売れてったっていうことらしくて、まあそう言ったら聞こえはいいけど、オークションで売るなよって話だね。そうだね。それで、上がる可能性があるって思ってるじゃんって言われたら、いや笑うのがさ、そのヤフオクのアカウントがさ、その本人のものだってのは笑っちゃうよね。その議員さん本人のアカウントでやってたらさ、それは問題になるだろう、取引先に。まあそれとどういう匿名発送したのかどうかわかんないけど、多分匿名発送とかもやってねえだろう、そんなおじさんがヤフオクやるっつったら。そのぐらいの計算もできねえやつが政治家やってんだなっていう。今の政治の話じゃないの？大丈夫なのそれは。あ、大丈夫今の。大丈夫なんだ。なんか納得いかねえな、それ。LINE があるのね。って書いてあったよ、なんかどっかに。そうか。そうそう。だからちょっとそれ面白かったね、その話はね。ああいうのこれは面白政治話だからいい。俺の話全部面白政治話のつもり。面白くないんだから、だって。なんか今日本当横暴、本当に横暴だよ。今日ひどいよ、それ。次行こう、次。次にありがとうございます。これちょっと残念な要素が入ってると、やっぱちょっとありになりやすいので。なるほどね。ちょっとそういう要素も入れてくださいね。わかりました。はい。次。次。宮崎市、あ、ごめん、いいや、宮崎市ライス3号食べ太郎さん。私は26歳。今日一どうでもいいわ、ごめんごめん。今ちょっと読んじゃったけど。お願いします。私は26歳男性ですが、足のサイズが 23.5 センチです。この前靴屋さんに行ったのですが、明らかにブカブカの靴に店員さんがインソールをガンガン詰めて売ろうとしてきました。店員さんが靴を差し出しながら、これでなんとかいけないですかねと言ったのですが、中にインソールを詰めすぎで、かかとがクロックスくらいの面積しか覆われていなかったので、買わずに帰りました。もうネット注文じゃないと履ける靴がないですね。皆さんはこれまでに何か無理やり売りつけられたものはありますか？ああ、面白いこの話。もう店員バカ。かかとが黒くすぐらいの面積って。もう出来の悪いシークレットブーツじゃんね。上に上げられるやつでしょ。かかとにもできるし、サンダルみたいにできるの、かかとの部分ぐらいしかないってことだよね。そう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 。ああ、面白いこれ。やばいよ。もうすぐ脱げちゃう、こんな普通。無理やり売りつけられたもの、いろいろありますよ。まあいろいろっていうか、俺はないけど、うん、子供の頃から、うん、なんかうちに変な、もともとなんかどっかで働いてた知り合いの人みたいなのが辞めて、今こういうの始めみたいなの来て、うん、うちの母親によくわかんない栄養のなんか粉末のやつ売りつけたとかはあったな。昨日もなんか、ね、昨日もちょっと会社チラって行ったらさ、なんか、うん、知らねえスーツ着た二人とさ、あとうちのいとことうちの母親が話しててさ、うん、終わった後になんか話聞いた、あれなんか新しい商談なのちょっと、なんかネズミ講とか言って、ネズミ講や誘われたから断ったよとか言って、そんなの来るね。そうかそうか。なんかある無理やり売りつけられたみたいな。いやー、無理やり売りつけられたもの。うん。ないなぁ。まあ買わないよね、警戒心が強いから。うん、だけどさ、売りつけられそうになったものとかっていう話は、この人も買ってないさ、ライスさんご食べ太郎さんも買ってないじゃん、今回、この靴。黒靴ぐらいのかかとになっちゃったやつ。だから、こいつこれ買わせようとすんのかみたいのは、思い出せばあるかもしれないよね。そうだね。多分なんかその、細かくだけど、うん、サイズどう考えても合ってないのに、うん、いいですよって言われてなんか買っちゃった服とかは昔はある気がする。だから俺は店に行って買わなくなった。まあそうなっちゃうよな。うん、俺もそうだね。俺はそのだからこれいいなと思って買おうと思ってたら、それすごくよく売れてるんですよって言われて買うのやめたりとかしたね。そうだね。よく売れてるやつ買いたいって思わないよね。なんでそんなただでさえさ、なんかいっぱい売ってる服着たらさ、ファンの人に特定されてバカにされるのにさ、少しでも人と被らない服探してんのによく売れてるって言われたら買えないじゃんね。だよく売れてるのがハムだったらいいけどさ。美味しい、みんな美味しいって言ってます。みんな美味しいって言ってますだったらね。そう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 。うん、服はさ、そうだ、そこなんだよ。ちょっと、それこそアーティストの人はね、よく売れてる服なんか。お、なんでここでハムが出てくるの？一番いいよ、ハム。いいでしょ？ハムだったらもう、いい。食べたいよね。食べ物の中でも一番いい。このハム売れてますって言われたらやっぱ食べたいと思うもん。欲しいってなるよね。そうだね。ちょっと前のめりになっちゃう。よく売れてるんですよの使い方だよね。そうそうそう、使い時ですよ。次行きましょうかね。はい。はい。名古屋市戸棚さん。うん、はい。メールテーマを見てどうでもいい話を最近していないことに気がつきました。うん、子供たちの休校休園、うん、同居の義母の世話が重なり、日々の忙しさでいつも怒り口調な自分です。うん、どうでもいい話をするときって心に余裕があるときに何の気なしに出るんじゃないかなと思います。うん、またどうでもいい話って話してるときは心地いいんですよね。うん、リスナーさんやラムさん、松本さんのどうでもいい話楽しみにしています。なるほど。まあ俺たちは毎週どうでもいい話しかしてないからね。そうだね。だからまあみんなにもその気分を味わってもらおうと思ってちょっとこういうやつにしてみましたけどね。はい。やっぱ出てくるな。そうだね。そうだね。心に余裕がないけどどうでもいい話できるね、俺らね。できるとね。できる。まあそれでどうでもいい話をして余裕を取り戻すみたいなところもあるから。そうだね。余裕を。そうだからね、最近ちょっと優しいメールテーマを心がけてるね、コロナがこう始まってから。やっぱみんなの癒しのラジオだから。そうだね。そこだけ心がけて10年やってきてるから、俺たちは。そうだね。うん、くだらないことで、こう、言い合いになってるところを聞いてもらってね。そうだね。41にもなってさ、政治の話はしたい嫌だって。ほんと幼稚だよ。したい方も大概だしさ、その聞きたくない方もやっぱほんとひどいと思う。ね、まあこのバランスでやっていきましょう。減らす。わかった。てか減らすじゃねえや。政治の話は、その別に、お互い会った時にするのはいいんだけど。ラジオでしたくないってことね。わかった。それはまだいいけど、その、放送中にお前にしていいかどうかを聞くのは本当に嫌だ。いや、もうそれはやります、これも。本当ですか。なんか納得いかねえんだよな。まあいいや、じゃあ次行きましょう。はい。千葉県猫ちゃんさん。うん。ラムさん、松本さん、こんばんは。二人が優しく聞いてくれるとのことなので、最新のどうでもいい話を送ります。聞くよ。ライブのキャンセルや延期に加えて、生活がじわじわと規制されていくこの感じ。話しがいじゃないと死ぬ私は窮屈で仕方がありません。なんとなくむしゃくしゃしたので31アイスを晩ご飯に食べたのですが、うん、シーズンもののフレーバーを選んだからかドラえもんの可愛いプラスチックのカップで出されました、うん、皆さんはこういうのどうしますか、うん、取っておくには使い捨てっぽいし持ち帰るにもアイスが入っていたので一度洗いたい、うん、かといって特別にくれたのに食べ終わったからすぐ捨てるのはもったいない、うん、私が貧民だから持って帰ろうとするのでしょうか。富豪の皆さんのご意見お願いします、うん、メルカリに出品じゃないですかこういうのやっぱりすぐその場でメルカリでしょうね。写真撮って出品ですよねその場でねそれがいいんじゃないですかね。やっぱ31が近くになくて手に入んないって人もいるから、じゃあメルカリに出してください その場で。はいはいいいと思います。次、うんいいね。どうでもいいから選ばなくていいもんね、メール。うん。次もなかなかですよ。うん。渋谷区の人かな。肩パッド。うん。去年からサングラスを当たり前につけられるようになりました。これって人としての成長だよね。いいですね。このタメ口の感じもね、どうでもよくていいね。これって人としての成長だよねっていうね。サングラスを当たり前につけられるようになったらやっぱ人間としてレベル、やっぱワンランク上だよ。俺やっぱり眩しいっていう言い訳がないとつけれないもんサングラス。そうだね。うん。俺もそうだわ。やっぱ車運転する時だし、うん、やっぱその旅先でもやっぱ松本くんとかとどっか行く時とかでも、うん、やっぱ車の延長ですよっていう顔をしてないとその後もやっぱしてるとちょっと照れるね。うん、そうだよね。うん。サングラス。松本くん普段さサングラスキャラにしたらずっと。なんでいや、なんか、タモさんとかさ、キネさんとかさ、アルフィーのあの人誰桜井さんとかさ、みたいな、どうずっとサングラスの人。意外と馴染むかもよ。いや、なんでわかんないけど、なんかメリハリというか、キャラ付けオーディオギャラクシーのサングラスの方。っていうか、俺はキャラクターがいらないのよ、別に。あ、そうなのか。キャラクターがいるとしたらやっぱラムライダーの方だから。そうだね。まあ、顔のバランスで言うとさ、俺の顔の隣にヒゲとサングラスだったら、ちょっとバランス悪いね。そうですね。いろいろ乗っかりすぎちゃってるから、うん、俺の方が。どっちかやるんだろう。でもうん、一時期俺アーシャーサングラさんだったけどね。てか今さ、うん、一緒に見てるお便りフォームの G メールのさ、うん、アイコンがサングラスしてるよ。あ、そうだね。そうそうそう。それの時ね。これヒゲないよね、多分ね。この時ヒゲないけど、ティアドロップっぽいサングラスをしてるね。そう、ずーっともう憧れのレイバンのティアドロップのやつをかけてるけど。うん。そうね。でもサングラスは確かにちょっと成長っていう感じがあるな。うん。さあ次行きましょうか。もう一曲、はい、次一通行ってから一曲行きます。はい。はい。東京都北区ファルスさん。うん。今日はお便りを送ろうと思い立ち、今日のメールテーマを確認すると、誰かに聞いてほしいどうでもいい話と書いてある。なるほど。そういえば最近確かにどうでもいい話があったはずと記憶を巡らしてみる。しかし、3分ぐらい考えてみるが、予想に反してなかなかどうしてすぐに思い出せない。いや、思い出せないからこそ自分にとってもどうでもいい話だったのだろうと自己完結。しかしそうだったとしてもどうでもいいことがすぐに思いつきそうなくらい単調で刺激の少ない生活スタイルを送っているはずだ、うん、一体全体なぜこんなどうでもいいことが思いつかないのだろうかとさらに5分ぐらい悩んで考えるのを諦めたところでお便りを送ってみました、うんうん、ということです。本当に中身がないやつね。うん。まあそういうのを求めて俺はメールテーマ決めたからね。うん。これは俺はもう何も文句はないけど膨らましようがない。うん。でも意外と思いつかないもんだよね。どうでもいい話って言われると、普段してる話どうでもいいんだけどさ。うん、そうそう。だから改まってねどうでもいいって言われるとなかなか出てこないってのあるよね。うん。だって別にその初めての交差点で信号が分かんなくて、うん。反則切符切られたってめちゃめちゃどうでもいいもんね、人からしたらね。うん、まあそんなもんなんだよな。まあみんなの日常がね、ちょっと近況が聞きたかったぐらいの感じですよ。うん。そんなとこです。一曲いきますかね。はい。なんか最近さ、田村ゆかりさんがリクエストを送ってくるんですよね、なんか。光源氏のモナリザを探せをリクエストします。いろいろ曲を知ってるラムさんならきっとご存知だと思います。やっぱりアイドルは日本の宝ですよね。よろしくお願いします。ということで、光源氏のですね、モナリザを探せを聞いていただきたいと思います。はい、はい、というわけで聴いていただきましたのは、田村ゆかりさんからのリクエスト、光源氏でモナリザを探せでございました。はい。なんですかね、田村さんはなんか、水道橋博士みたいなポジションになるんですかね、これ。毎週。まあ、ありがたいですね。はい、ありがたい限りですけどね。うん。なんか、またこう、事務所の人から怒られると嫌だから、なんか、まあまあ、そこそこにしといてください、田村さん。ありがとうございます。だって嫌じゃん。そうだね。うちの田村の名前を勝手にラジオで使うなって言われるでしょ。怒られても、その知らないリクエスト送られてきたら、こっちだって頑張って曲探してんだからさ、直前に送ってきて放送の。ぜひね、公式にね。そうですね。箱番組をね。箱番組。田村ゆかりが政治を語る箱番組を作ればいいんじゃないの。ありがとうございます。隠れ蓑に使うなよ。うまいこと入れようと思ったのに。捕まえられてしまった。はい、次。はい。千葉県。うん。愛さん。はい。ラムさん、松本さん、こんばんは。こんばんは。誰かに聞いてほしいどうでもいい話ですが、うん、私はスターバックスで注文した時に、うん、紙のカップにサンキューなどのコメントや、うん、可愛いクマちゃんの絵などを描いてもらったことが一度もありません。うん、お店がとても空いている時でも描いてもらえません。うん、ネットの記事で読んだのですが、とある店員さんは喜んでくれそうなお客さんを選んで描いているそうです。うん、喜んでくれそうな顔があるのでしょうか、うん、その基準がわからなくてもやっとしています。うん、お二人は書いてもらったことありますか？まあそもそもあんまりそのスタバとかでコーヒー飲まないっていうのはあるんだけど。うん。松本君スタバとか行くの？まあコーヒーはもう飲まない人だと思うけど。スタバなんかそのうまそうなフラペチーノの時には行くよ。うん、フラペチーノ屋だよね。俺たちにとっては。そうだね。フラペチーノ屋だね。俺ランバフラペチーノがすごい好きだったけど。何フラペチーノ？ランバフラペチーノっていう最初の、俺が高校生ぐらいの時に初めて出たやつで、チョコレートのチップみたいのが入ってるやつなんだけど、さ、そもそもさ、俺さ、コップにさ、マジックで字書くのさ、うん、ちょっと衛生的になしなんだけど、どう？染みないとは思うよ、そりゃ。あんな分厚いコップだから。インクがね。何その、どういった観点で？コップにマジックで字書くじゃん。うん、よく子供の頃さ、なんか薄いコピー用紙とかにさ、うん、マジックでさ、絵描いたりしてさ、うん、机に写ったりしなかった？下の。コピー用紙だからね。そうだ、コピー用紙だ。わかるよ。だから別にそれはね、インクが染み入って、うん、コーヒーとかに混ざると俺だって思ってない。俺だってもう大人なんだから。さ、わかるよ。そうだよね。そう、大人だよね。そんなね、コピー用紙で作ったコップじゃないってのはわかってるけど、うん、ただ、気分的にね、紙コップに、染みるインクで字を書くというのが、なんでそんなことするんだろうって思っちゃう。ああ、なるほどね、うん。似顔絵なんか書かれたら、もうちょっと、あれだな、イラッとしちゃうな、多分。あ、そういう観点もあるんだな。だってさ、例えばなんか、ちょっと顔描いたりとかもするんでしょ？ちょっとなんか、ニコちゃんマークというか、スマイルマークというか。それは、まあ、その人の顔を描くわけじゃないのか。うん、そうだね。どっちかっていうとさ、ファットボーイスリムのさ、うん、あれみたいな、絵文字みたいな、感じの、そういうことね、すごい簡単な。ニコっていうことか。店員さんのニコみたいなことなのかな？いや、そんなしっかり似顔絵描いてる暇あったら先出せよっていう話。だからそれ言ったらもう描く暇あったら出せよって思うじゃん。何秒だろうが。なので、俺はあんまりあれは嬉しいサービスだとは思わないけどな。ああ、そうなんだ。そうだね。まあでもこういう風にさ、うん、書いてほしいのかな？まあ単純にカラーだよね、そのお店のね。スタバの。スタバの。この多分その、お店のテンションだったり。うん、この人も多分紙コップに何かを書いて渡すっていう文化自体がよく分かってないってことじゃない？愛さんも。でも、割と分かるんだよ。スターバックスの人がいろいろ書いてるのを見たことあるから、俺も。うん。でも確かに基準が分からないっていうのはもやっとするよね。うん、なんか海外、アメリカだと、基本的にはもう注文した人の名前を書くんだよね。そうね。なんかそれは。渡し間違いとかがないようにだと思うんだけど、それはすごくわかるじゃん。そうだね。これはあんたのっていうのがわかるから、同じフラペチーノ頼んでもさ、後に頼んだやつが自分のって思って取ってっちゃうみたいなのがなくなるし。そうね。日本だとさ、フラペチーノの型つって読んだら、自分から行くじゃん。うん、番号とかもなくて。ね、一応なんか、でもレシートみたいな引き換えじゃないけどなんか一応持ってるから、最終的にトラブったら、確認はできるみたいな感じだよね。一応まあなんか向こうが把握してるんだろうなっていう感じでいくけど、うん、ね、なんだろうね。うん、ちょっとなんか確かに、いやだから俺はとにかくそのマジックのインクが染みないかなっていう心配をしちゃうから、あんまりやめてほしいかな。むしろそれはやめてほしい。そう、あと例えばさ、そのニコって書いてあるってさ、じゃあちょっと鼻がこうとんがった感じで可愛く書いてあったとしてさ、うん、その受け取る人がめちゃめちゃ鼻がコンプレックスだったりしたらとかないのかな。考えすぎ？一回でもなんか問題になってて、多分その書いた人はそんだけなかったけど、受け取ってたらちょっと人種差別的に受け取ったみたいなニュース昔見たよ、そのスタバの。なんか最近そういうの敏感だよね、ラムちゃんね。俺、もう別に、まあ僕はもともとほら、もともと敏感ですから、僕はそういうのは。そうだっけ？でもそれは違う。それはじゃあそういうニュースを見たことがあったから今思い出しただけだよ。あ、そうなんだ。うん、結構さ、うん、その、映画を見るときとかも、うん、なんかその、そういう観点の話をしてることが多いからさ。そうだね。そう。それはでもなんか特別映画がそうかも。映画に対して求めるものが、俺がなんかそういうものは結構、矛盾点をついたりとか、考え方がアップデートできてるものがいいなって思っちゃう方だから、そのなんかめちゃめちゃな感じでわーってさ、そのなんか黒人も何でもぶっ殺せみたいなやつは、それはそれで昔の映画を見ればそういうのがあるから、今のモードのやつが見たいなって思うってだけ。なるほどね。俺がまあ特別無頓着だからっていうのもあると思うけどね。で、人にはそういう見方は求めないよ。俺はそう思ったってだけで。今タイムラインで今日なんかすげえなんか牽制してくんな。何？いや違う、その、今ね、タイムラインで敏感選手権って言ってた。ちょっと。なんだよ、それ。敏感選手権知らない？何敏感選手権って。クリームなんちゃらだから、クリームなんとか。すっげえ録画溜まってんだよな。やつ。最近は多分やってないけど。いやでもね、50回ぐらい溜まってんの、録画が。嘘。クリームなんちゃらあるよ、いっぱいある。いや、最高だよ、相変わらず。分かった、じゃあ見る。くだらなくて。見る。あ、敏感選手権見たいな、すげえ、久しぶりに。分かった、ちょっと探してみるわ。放送回見たら多分録画してあるからね。うん、そうね。次。うん。大分県目力さん。はい。教育現場は大混乱で、まだ職場ですが、話を聞いてもらいたくて、同僚の目を盗みながら送ります。うん、自分の日々の生活はほぼキャッシュレス化しているのに、うん、子供の頃からラッキーアイテムのように集め続けているギザ10、周りに溝がある10円硬貨や、自分の誕生年、平成元年31年、令和元年製造の各種硬貨を使ったり集めることをやめることができずにいます。うん、どうかお二人の影響力強めの言葉で私の目を覚まさせてください。よろしくお願いします。なるほど。今一応メルカリでギザ10で検索してるから待ってね。売ってんのかな？売れるのかな？ギザ10。どうなんだろうね。あ、ギザ10売ってる。古銭は売れるみたい。古銭は売ってみたいだよ。なるほどね。だからメルカリで売っちゃえよ、全部。いい値段で売れるかもよ。あ、でもね、ギザ10かな、これ。あ、違うわ。これ古い10円っていうだけだ。ギザ10っていくらぐらいするんだろうね。ね。うん。いろいろ売ってるよ。でもね、安いのは結構。昔のお金、なんか、見たことねえさ、中国のお金でも1600円ぐらいで売ってる、なんか、真ん中に四角い穴が開いてるようなお金。へー。まあでも、売っちゃえばいいんじゃないか。これも5000。うん。どうですか？どれぐらいあんのかにもよるけどね、なんか。そうだよね。だから今のあるやつをうまく額縁とかに1個、綺麗に収めちゃって。ワンセット一番綺麗なやつ、取っといて、あと全部使っちゃったらいいんじゃないかな。そう。俺はまあなんか。ね、そんな何個もあってもしょうがないじゃん。平成元年は別にいっぱいあるよね。昭和64年の500円玉。昭和64年の方が多分、そうだね。昭和64年の500円玉とかあったらいいかなと思うけど。令和元年製造か。うん。まあ、でも、こういう無駄があってこその人生だからな。いいんじゃない？やめなくて。うん。まあ、強いて言うなら、額とかに入れて、こう、一個完成形のね、俺もさ、フィギュアをもうこの棚二つで、もうこれ以上やめようと思ってるから、なんかその、器を決めちゃうといいんじゃない？そうだね。で、ここまで、みたいなさ。です。はい。まあでも否定はしません。うん。次、なんかありますか？前橋市。うん。大和さん。うん。スタバとマジックペンで思い出したのですが、小学生の時、おっとっとの CM で、おっとっと本体に名前を書く CM の真似をして、実際に名前を書いて食べる遊びをしていたのを思い出しました。おっとっとの CM 覚えてますか？トンネルズ？そんなのあったっけ？あ、おっとっとな、歌ったでしょ？うん。でもそれこのなんか名前を書くっていうの覚えてないけど、トンネルズだよね、おっとっとって。トンネルズのイメージがあるけど、違ったっけ？おっとっとと、なんか、ドーナツみたいな形のチョコレートの CM やってたな、トンネルズが。もうこれは覚えてないや。このヤマトさんがおいくつかわからないですが、そんなあった？懐かしい M で、ちょっと見てみよう。YouTube とかにあったりするのかな？おっとっと。名前を書く。もう懐かしい M も知ってる人いないよな、きっとな。そうだね。懐かしい M が懐かしいもんね。ちょっと待って、今ね。おっとっとが取られるな、なんか嫌なら名前でも書いときなさいっていうコマーシャルでも見てんだけど、これ2007年なので、うん、俺らが言ってるその、ね、俺らが言ってるトンネルズのって言ってるのは全然もうそれよりはるか昔。1900年代の話だからね。そう。昭和の話だから違った。これだ、2007年って、俺ら普通にいい大人だからあんまり印象残ってないだけかも。あ、こんなのがあるんだね。うん、ああ、全然トンネルズでもなんでもないわ。普通の家族で。全然最近の話だった。もう2007年なんて最近だよな。割とね。俺らで言うと20いくつ ?29 とかだから。うん、29ってもうおっとっとコマーシャル見ても何も心が動かない年だから。そうだね。そう、今俺がその次に見てるのはトンネルズの二人が網だくじやってるみたいなコマーシャルだから、おっとっとの。それでも1996年だ。もう YouTube で見たらガビガビの画質のやつ。そう、VHS のノイズがバリバリ入ってるやつね。もう AI の力を使わないと綺麗にならない世代。今すごいね、あれ画質元戻して。あれね、まあ元戻していうか。なんか、いや、いろいろ見てるけど、うん。ものによってはね、なんかね、やっぱ粗い画像から予測してさ、うん、昔撮った写真とか、画質が粗い写真を AI が修復して、画質をクリアにするっていうやつが、サービスがこの間発表されたんだけど、はい。それ外国人の人が作ったプログラムだから、うん、なんかね、顔がね、粗いやつを復元するときにね、うん、外国人っぽい顔になるの失敗すると、それがちょっと面白い。いいね。めちゃめちゃ、でもね、ちょっとした古い、デジカメ画像だったら、本当に最近のカメラで撮ったみたいな画質になるから面白いよ、あれ。すごいよね、あれね。うん、ちょっと明け方の写真とかやってみると面白いから。いや、そう、うん、俺らが20歳頃のね。うん、そう。写真は、もうマジで、フィルムのインスタントカメラみたいな。そう。急に松本くんが外国人っぽい顔になるかもしれない。ああ。それいじってみよう、それね。あの頃のね。だ写真が残ってないとね、実際の。そうなんだよね。写真が残ってないんだよな、あんまり。まあ探してみよう。俺だから秋葉で作ったドキュメンタリーの松本くんのパートだけでも AG デラックス流したりとか見たいよ、俺が。あれはどっかに動画あるよ、俺。あれ見よう。見たい。あれはね。あそこだけ、松本くんのパートだけだったらそんな長くないでしょ。だってオチもなんもない、本当のドキュメンタリーだもんね、あれね。そうだね。やっぱオチはジークジオンだから。あ、そうだね。ちょっといいな。あれね、探しとくわ、じゃあ。うん、お願いします。うん、次。次。新潟県コンユーズさん。うん。ラムさん、松本さん、こんばんは。久しぶりにお便りします。うん。今日のメールテーマ、誰かに聞いてほしいどうでもいい話ですが、うん、最近寝る前にヒューマン・フォール・フラットというゲームの実況をよく見ています。フォール・フラット。うん。リトアニア発のアクションパズルゲームなのですが、うん、基本は BGM なしで、マップをクリアすると壮大な音楽が流れるシステムになっており、見ていてちょっとシュールです。うん、他のゲーム実況では目が冴えてしまうのですが、なぜかこのゲーム実況だけ不思議なくらいよく眠れます。うん、お二人は寝る前に動画を見る習慣はありますか？もしあればおすすめの動画など教えてください。はい。どうですか？寝る前に動画を見る習慣ありますか？寝る前っていうかもう本当に寝る寸前まで何かを見て。そうだよね、俺もそう。限界が来たら寝るっていう感じだから。うん、どうせ同じこと言う。ちょっと意味合いが違う気がする。どうせ同じこと言っちゃうと思って先に言ってもらったの。俺はね、最近はね、やっぱり東野幸治幻ラジオをよく聞いてます、ね。幻ラジオね。それを、しかもね、結構毎日ぐらいのペースで更新されてるの今、10回ぐらいまで出てて。で、見つけた瞬間に聞かないのよ。これ夜寝る前に聞こうと思って撮っといて、最後にそれを聞いて寝るっていう。ちょうどいいんで15分ぐらいで。幻ラジオ、まあ面白い。聞いてる？面白いね。聞いてる。最新までは聞いてないけど、8までは聞いた。娘が勝手にYouTube のパスワード変えた話とかも最高だったね。超いい。聞いてほしいみんなに。娘の自我が結構、そう自我もクソもないんだけど、26歳。いや、変な話、やっぱりさ、俺なんかダウンタウンすごい好きじゃないですか、昔から。うん、で、中学から好きで、その、東野さんとか、今田さんとかのちょっとしたサブエピソードとかも全部頭に入ってるから、うん、やっぱ娘が、ダディって呼んでた娘が、うん、こんなしっかりした大人になったんだと思って。ねえ。だって、YouTube 直接収益化しないで、広告も入れないで、グッズとかで、グッズでね。とか言ってる話とか聞くと、やっぱ浜岡本さんじゃないけどさ、イクミじゃないけど、大人になったなって思うよね。うん。やっぱ、俺らの中でイクミだもんね。そうだね。浜岡本ではなく、イクミくんだからね。そういう感じ。だから、東野さんの長女わかんないけど、娘さんのディレクターの人も、うわ、大人になったなーって見ちゃうね。うん、頼もしいなって。確かにね。なんで、おすすめは幻ラジオですね。圧倒的に最近のおすすめですね。俺動画何見てっかなー。また相変わらず俺はなんだっけ。なんだっけ俺。自作 PC のチャンネル。吉田製作所見てますね。吉田製作所ね。なんかありますかおすすめ。寝るとき。なんだろう、俺登録してるチャンネル。登録チャンネル。そうですね。最近さ、結構さ、食べ歩きとかさ、旅行系のチャンネルが軒並み更新できなくなってんだよね。ああ、いけないから?出かけられないっつって。そうだね、なるほど。なんで結構なんか、映画チャンネルとか。映画チャンネル話題ですね。もう見て、映画チャンネルはタイトルが最高。ちゃん登録したけど見てないかな。くだらなすぎて。なんか男の乳首も引っかかるとか言ってさ、胸隠してるって聞いたんだけど、本当なのかな。そうなんだ。わかんない。なんかそんな言ってたけど、面白い。見てみるじゃあ、ちょっと。映画チャンネルはもうちょっとサムネ見てるだけでも結構面白い。あ、本当。ジャスティン・映画って言って。映画好きだからね。そう、ジャスティン・ビーバーの、そう、モノマネをしてるのかわかんないけども、そのジャスティン・ビーバーみたいな格好してるサムネのやつとか、もう江頭さんの映画を使った、ダジャレみたいなサムネのタイトルだけで面白い。見る。ちょっと楽しみになってきたな。最近見て面白かったのはね、たまたまね、まあ俺もそれこそやっぱりYouTube って、さ攻略じゃないけどいろんなものを見てさ、この YouTube という文化にもっともっと慣れようと思って、でヒカキンとかも普通に登録してんのね、ヒカキンさんね。でこの間さ、たこ焼きを100個ぐらい焼くみたいな動画をさ、上げてて、ついこの間、まあそれもすごい再生数すぐいってんだけど、それをなんか多分キッチンスタジオかなんかで、多分 5×5 かなんかわかんないけどのプレート4つぐらい使って100個のたこ焼きを焼くみたいなさ。で、やっぱすげえ量だから汗かいてやってたんだけど、その話の中でなんか昔は、なんかドンキで買ったでっかいたこ焼きを2個だけ作れるやつとかも作ったりしたっていうエピソードトークが出てきたので、それも探してみようと思って探したら、ヒカキンの動画ってさ、まあほぼよっぽどじゃないか多分消してないんだと思うんだけど、出てきたの。たこ焼き2個だけしか焼かない、おもちゃでたこ焼き焼いてるやつが。なんか、ソフトボールのボールよりでかいの2個ぐらい焼けるたこ焼きがあるんだけど、それを焼いてる動画が6年前とかで、すげえなんか、汚いアパートみたいなところでそれを撮ってて、で、痩せててさ、ヒカキンさんもちょっと、まあ、今より若いから、多分20代後半ぐらいなのかな。ヒカキンが若くて、なんか、汚ねキッチンで料理やってる感じがすげえ面白かったね。それだけなんだ。なるほどね。それだけ見たらマジただの底辺 YouTuber で、なんかポテトチップス上げてる動画とかもあったけど。そうなんだ。本当になんかワンルームでさ、じゃがいも薄く切ってさ、なんか油跳ねんの怖えとか言いながらさ、ポテト焼いてさ、うまいって言ってるだけなんだけどさ。原点感があるね。そう、それがやっぱ何年かして、ああやってなんか多分六本木かなんかかな、あれ。なんか2部屋ぐらい借りてんだよね、隣り合わせのでっかい部屋。だからやっぱり、こう、なんでも、くじけずにというか、まあくじけずになのか、まあ本当に好きで、ちょっとさ、やってたのかっていうのを。西川さん、ポテトチップスとフライドポテトを揚げてる動画探して、6年前のやつ。みんなにも見てほしい。マジ底辺 YouTuber にしか見えないから、やっぱここから毎日ずっとこう研究を重ねてここまで来たんだなと思って。すごいよ、やっぱりトップに立つ人は。面白いね。ですね。あ、幻ラジオの幻は漢字ですね。まあ、直さなくていいけど。はい。俺あれだな、まあやっぱハイジ名作劇場はよく見るね。そうね、いいね。ハイジ名作劇場よく見るし、あとなんか、iPhone につけるレンズとかケースとかを紹介してるような動画とか、あとまあ、小野田。小野田って知ってる？まあその、旅行、なんか、いち早く新しい飛行機のファーストクラスに乗ったりとか、豪華客船乗ったりとか、あとはその新しくできたカプセルホテルとか、なんかそういういろんなやつに行くっていう人なんだけど、やっぱ旅行系だね。でもそれともじゃあ結構ダメージだね今は。そうだからなかなかその海外系がなかなかできなくなっちゃうから大変みたいで、今もね、どうぞいいよどうぞ何？そうで俺ずっと年上だと思ってたんだけど、全然年下だった。いや、もうそういうのいっぱいあるよね。うん。そうか、そうか。今ね、YouTube のトップ開いてみたんだけど、やっぱ最近は、そのちょっとモジュールシンセとかをいろいろ買ったり見てるから、思ったよりもね、トップ画面がミュージシャンの YouTube っぽい感じだった。今なんか、古いシンセとかの演奏、あとね、そう、ヴィンテージシンセとかさ、もう、子供の頃絶対買えなくて、今ももっと値段上がってるようなやつをさ、結構海外の人とかがさ、思想っていうんだ、その演奏してる動画とかがすごいいっぱいあってさ、これはなんかいい時代だなと思うね、やっぱね。あとね、昨日 M-Flow のね、2007年の横浜アリーナのライブ生で流してて、それ結構後半見てた。すごい豪華なメンバーだ。最後安室ちゃん出てきたわ、ゲストで。へー。あ、そうだ、M-Flow のラブズも来週かけよう。絶対かけよう、これ。かけるってかけないとあれだから。M-Flow の新曲いいよ、すごく。Tell Me Tell Me。いいよね。たくさん送っちゃった。あ、今ね、ヒカキン見てるけど、やっぱその、やっぱ素人感がやっぱだいぶ。そう。ね、声も違う。それでも誰かに撮ってもらってんだね、これはね。そう、そう、俺も思ったの。あ、この時点でも、でもこれ多分スタッフっていうか友達とかなのか、この時の規模がわかんないけど、そう、今ね、ニツくんが、そうだよね、でもこの時点でも、こうなんかヒカキン TV みたいなやつはもう作ってんだもんね、ちゃんとね。いや、若い、細い。誰かに似てんだよな。あれじゃない？何？東幹久のモノマネする人。あー、楽しんご。楽しんご。あー、ちょっとぽいね、細くてね。いや、このキッチンの感じとかがさ、マジで YouTube 始めましたみたいな感じ。やっぱ貧乏臭いもんね。そう。これはさ、全然この部屋が貧乏臭いんじゃなくて、ヒカキンのこと知ってると貧乏臭く感じるってことだと思う、多分。別に。そうそう、今の洗練された感じから考えると、だいぶこう素人感があるというか。こんな2段のさ、食器乾かすやつとか置いてあるよ、だって。そう。やっぱもう今はそれが全部収納に収まってると思うもんよ。今のヒカキン。でも確かにこの時点で誰かに撮ってもらってるね、固定カメラじゃなくて。そこ今ハッシュタグでね、オーディオギャラクシーのアカウントでツイートしてもらったから見てみて、放送終わってからでも。まあ今音消してみてもいいけど。っていうとこですかね。一曲いきますか。はい。ほら、もうこんな時間。今日ちゃんとオンタイムで始めたのに。4曲目お願いします。はい、4曲目は、踊るで、虹の端。リアレンジ。はい。はい、聞いていただきましたのは、踊るで、虹の端、リアレンジでした。素敵。いいですね。今日もいい選曲でございました。さあ、いいね、お便り今日いっぱい来てるけど、まあ、いい時間だから今日これぐらいですかね。アフタートークでもちょっとこぼれたやつ読もうかな、じゃあ。はい。告知いきましょう、告知。はい。告知って言ってもね、もう、あれしかないんですよね。エイジデラックスしかないんですよね。いろいろ飛んでしまったので、エイジデラックスの詳細をお願いできますでしょうか。はい、3月の29日、日曜日に、シアター風穴で行われます。オーディオギャラクシーのトークイベント、エイジデラックス、今回はスーパーササダンゴマシンさんをゲストに迎えて、2部構成でお届けいたします。チケットはまだあるのかな、多少は。まだこのありますので、この状況ですもんね。ぜひぜひ。はい。はい。一部、二部ともにまだありました。まあ、これからいっぱい告知も頑張って、やっていきますので、ぜひお買い求めください。笹団子マシンさん。はい、なんか企画をやっぱやろうかって話をしてるね。そうだね。1個ぐらいね。ちょっとなんかせっかくなんでね。うん。なんかちょっと今考えてますので、うん、来週ぐらいまでには決めてじゃあ発表しようか。まだね、一応2週間あるし。はい、ということで、ぜひエイジデラックス来てください。まあ我々が目の前で生で喋っているということになる予定でございます。はい。笹団子さん、この間も来たな、なんかスタジオ。若手のレスラーの人連れて。あ、そうなんだ。うん。で、なんか、アイスとかチョコレートはいっぱい買ってきて、このチョイスいいでしょうって言って、ほとんど自分で食って帰ってったわ。そうですね。ちょっと自分の告知見ますね。はい、今自分のページ開きました。アニメ技術という雑誌が発売になりまして、はい、そこにですね、なんかアニメを支える技術に関する、本なんですけれども、ラムライダーが寄稿しております。うん、原稿のタイトルが、何を書いたっけな、俺。音楽制作における入力デバイスを考えるというようなことを書いてるんですが、電子版が500円で、頒布しております。これなんと編集長がヤスミンさんということになっておりますよ。おヤスミンさんが編集したということで、私原稿1本書きましたので、こちらもしよかったら見てみてください。はい、メルマ旬報もリリースじゃなくて、配信中です。セットミーフリーも発売しております。エイジデラックスは今ね、出ましたね。以上、イベントが、1個延期になりました。スペースチャンネル5のイベントが開催延期になっております。こちらまだ日程決まってないので、もう少々お待ちください。はい。以上ですかね。うん。コロナ、早く収まるといいですね。収まるのかなねえ。ね、どうしたらいいんだろう。仕事影響出てますか？僕ですか？うん。僕は普通に働いてますね。まあ、そうか。さっきも言った閑散期というのもあってということか。うん。なるほど、なるほど。まあまあまあ、じゃあちょっとそんな感じですね。まあちょっと来週からまた元気よくやっていきたいと思います。はい。お送りしましたのはラムライダーと松本でした。また来週さよなら。さよなら。今日、リクエストでかけれなかったんですけど、久しぶりにメセモアの曲をかけようと思ったので、それをかけてお別れします。はい。では。はい。3月10日オーディオギャラクシーのポッドキャスト限定アフタートークです。うん、今日のメールテーマは、誰かに聞いてほしいどうでもいい話ということで、うん、いろいろ、皆さんのどうでもいい話を、聞きましたね。はい。ラムさん、松本さんのどうでもいい話って何かありますか？まあ、俺たちは毎週放送でどうでもいい話をしてるので、うん。うん出し切ったかなっていう気がしますけど。出し切りましたか。まあ、そうだな。なんかある？俺のアレルギー検査の結果でも話そうか。ああ、そうだね。ああ、聞きたいですね。インスタにそのまま写真上げてあるんだけど。健康診断のついでにやってもらったやつだね。そう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 。うん、追加料金でできたから、やってみたんですよ。で、毎年さ、花粉症ないと俺思って生きてきて、でもその花粉症の人たちが大変な時期になるとちょっと鼻水は出たりとか、まあこの時期になると俺が横で辛そうにしてますからね、よくね。そう、目がちょっと痒くなったりみたいなのはないわけではなかったから、うん、度合いとしてどれぐらいなのかっていうのがあるらしいじゃん、アレルギーって。そうね。一応なんかレベルが星で5個とかで表示されたりする、うん、それで多少はやっぱりあんのかなと思って調べてみたんですよ。39種類。うん。対応してるやつ。39種類パックみたいなやつだね。そう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 。うん、そしたら、ハウスダストと、焼けひょうダニ。ダニだ。うん。そう。で、ハウスダストはクラス2。うん。多分0から6まで段階があって。うん。で、まあ、ハウスダストが2、うん、まあ実際 1.47、うん、で焼けひょうダニが3、うん、なので、まあ、それなりにその2つはあるんだけど、うん、それ以外はもう全部ゼロだった。いやーすごいアレルギー強者じゃん、うん、そうなんだね。ゴキブリアレルギーとかあるんだと思って。あるあるある、まあ、俺はハウスダストすげえあるから、うん、掃除とかはめちゃめちゃまめにかけてはいるけど、よもぎ、豚草全部ある。あ、そう。うん。うん。米もあるんだね。米はほんと大変だよ、米アレルギーって。赤ちゃんとかでなると、米食べれないからね。うん。キウイ、バナナ、リンゴ、マグロ、鮭、サバ、牛、豚、鶏、そば、大豆、ピーナッツ、小麦、牛乳、もうその辺はメジャーとこだね。卵白。へえ、まあこんだけいろいろあって、俺は結局ハウスダストとだ、まあ割とその家の系だよね、ダニもそうだよね。そうだね、まあ掃除機まめにやって換気してればいいやつだよ。よかったね、でもね。やっぱいいやつ。よかったよかった。羨ましい限りというか。安心しました。俺ね、っていう話。俺ね、一個思い出したんだけど、今日イケア行ってね、行ったって話したじゃない。で、天板だけを買って去って帰ろうと思ってたんだよ。で、まあ仕事もあるし、だけどイケア自体はまたなんかこう、大体イケアってさ、毎回2回来ることになるの、大体。その時期で。1回では終わんなくて。で、それは分かってたから、もう今日はまず天板を買うのと、気になったものあったら写真撮っといて、で、なんか、後でサイズとか測ってもう一回来るんだったら来ようぐらいに思ってたのね。はい。だから天板だけ買うつもりだったんだけど、まあちょっとした小物だったらパッて買ってもいいかなと思って。で、はい、天板を買うにあたって電源タップがあったから、ちょっと見てたのよ。で、電源タップでコンセントもさせるし、USB の充電ポートもあるやつがあって、で、だけど、ちょっと一回り大きいかなって思ったわけ。そのサイズ自体がね。でも、IKEA の製品って、確かにちょっとこう、大きいのあるよなって。しかも店で見るとちっちゃいけど、家持って帰ったらちょっとでかいみたいなのってあるよなと思って。でもこれ、コンセントもついてて USB のポートもあるから、まあいいかと思って。機能が2つあるからと思って。で、買って、持って帰ってきて、でもテーブルの上にあるんだけど、めちゃめちゃでかい。こう買わなきゃよかった。すげえ不格好ででかいんだよね。あ、そう。これはほんとみんな IKEA 行く人は気をつけて。家に持って帰ってくると IKEA の商品はちょっと膨らむから。1.2 倍ぐらいに。なる。マジなる。今ね、新津くんの目の前にあるでしょ、これ。どう、大きいですね。ちょっと写真撮ってツイートして、なんか大きさがわかるように。ここの空間なんですかね。なんかね、コンセントと USB の挿すのの間に謎の空間があって、多分そこにその、あれが入ってんじゃないの ?USB の充電のための何かが機械が入ってんじゃないの？でかいんだよね。これマジで買わなきゃよかった。でかい。太いしでかい。やだよね、そういうのね。やだ、ほんとやだ。でもでかいから捨てんのも大変だし。そうそう、まあ、買ったからにはまあどっかでこう隠して使えばいいんだろうけど。だから今新しく買った天板の裏とかに貼っつけておけばさ、こう配線きれいにしてこう充電できるかなとは思ってんだけどね。それにしてもでけえわ。すげえ見てる、新津くんが。あれですね、これ、コンセントの、ちゃんと、曲っていうんですかね、逆にはさせないようになってますね。マジ？最悪じゃん。よく、左右の長さがちょっと違う。ああ、あるね。ですよね。なるほどね。こういうのって、コンセントの形状によっては、その向きでしか刺さんないです。使いづらいってことでしょ？そうです。ありがとう、教えてくれて。そっか、じゃあこれは、まあ、うまく使うよ。一応ね。そう、これだ、IKEA で気をつけてほしいな。どうですか？じゃあ、新津くん自身はどうなるよ？人に振っといて。そうですね、僕は最近ヨギ棒って使ってるんですけど、家で俺はヨギ棒って呼んでるけど。ヨギ棒。クッションね。そうです。人をダメにする。ビーズクッションですよね。大きい。ちょっと大きいやつ。それのこう、ベッドになるぐらい大きい、でかいやつを使ってたんですけど、あれって使っていくとだんだんビーズも、ちっちゃくなってくるし、カバーも伸びてくるんで、全体的に体積がちっちゃくなるんですよね。なんで、すごい沈み込みすぎちゃって、あれって自分の座った形にフィットするのがいいんで、そこでなんかこう、人をダメにするソファーとなんか、しっかりこう、座れる、ちょうどいい間の製品なんですよ。が、もうなんかそれがもういよいよ下手ってきたんで、もうカバーを変えたり、今までそのビーズを補充したりしてきたんですよ。それがもういよいよどっちもやってもあんまり効果が出なくなってきたんで、いよいよカバーを変えようと思ったんです。そのカバーを買いに行った話なんですけど、ちょうど職場の近くにヨギボーショップがあるんですよ。銀座店に。で、そこに行って、実際にそのソファーのカバーを買ったんですよ。うん、で、今ある、その、製品のカバーじゃなくて、ワンランク、ワンサイズ下のカバーを買ったんですよ。うんうんうん、で、ちょっと体積はちっちゃくなるんですけど、うん、お店でやったら、ビーズがへたった状態であれば、ワンサイズ小さいカバーにも入れられたんで、うん、あ、これでいいじゃんと思って。小さくなるけど、張りが戻るってことね。そうです、そうです。うん、あ、これだったらいいなと思って、うん、家帰って、そのカバーをつけたんですけど、うん、もう張りがありすぎて、うん、全然体が沈み込まなくて、パンパンになっちゃって。パンパンで、後半パツになって。座ろうとしてもこう跳ね返してくるんですよね。そうなんだ。はい。全然ダメにしてくれない。全然ダメにしてくれないんですよ。そう、体を預けさせてくれないソファーになっちゃって。なるほど。だから今、一生懸命この、何にもない時でも塗ったりして、うん、そのカバーを伸ばしてます。へたらしてんだ。そうです、そうです。なるほどね。いい、どうでもいい話ですね。どうでもいいですね。そう。いや、なんかでも、ただ俺は話してる時に、ビーズっていうのが、発音が、ビーズのちゃんとした発音と一緒だなってのような気したんだけど、ビーズって言いますね。ビーズじゃない？いや、中に入ってるのはビーズですね。ビーズなんだよ。合ってんの？うん。あ、そうなんだ。うん。じゃビーズとビーズは一緒なんだね、発音はね。そうです。そう。へぇ。ヨギボね、俺は捨てたけどね。あれ、捨てるの勇気いりますよ。なんで？高かったから。勇気がいる。高いし。6、7万ぐらいした、確かにあれ。高いんですよ、そうそう。カバーだけで1万7千円もしたんですよ。多分ね、同じモデルを最初買ってんだけど、俺も新津くんも。要は松本くんが普通に寝てもまだ足も頭も余るぐらいでかいの。あ、めっちゃでかいね。そういう、そうそう、人がまるっと一人乗れちゃうようなやつ。人がもう一人沈み込むぐらいでっかいやつなんだけど、最初は良かったんだけど、だんだん下手ってきて、俺も何回かビーズを買って、足して詰めてたのよ。足して詰めるとやっぱり、あ、確かにこう、少し戻ってくるなって感じがあるんだけど、それもまたなんか多分中でビーズの角が取れて、こう、ちっちゃくなってくるんだろうね、多分ね、擦れて。で、なんか新津くんが調べた情報によると、なんか、カバーを新しいのに買い替えると、また戻るらしいってさっき言ってたけど、その話があったんだけど、ビーズ買い足して、カバーも買い替えたらもうそれ新品と変わんねえじゃんと思って。そうだね。もうこれを使い続けるのは金がなくなるだけだなと思って捨てた。なるほど。ランニングコストかかるんですよね、メンテに。そんな、たかだかクッションだかソファーなのにランニングコストがかかるってねえだろうと思って。どれぐらい持った？捨てるってなって。2、3年ぐらい、2年ぐらいかな。うん、結構短いね、耐久。短いですね。てか2年の中でも多分半分ぐらい下手ってたから、多分1年も使ったらね。そっか。人の前に。耐用年数短いな、あれもそうだよ。無印のさ、まあ、四角のクッションあるじゃん、ビーズクッション。あれも最初なんかお店に置いてあるやつはなんか四角で張りがあって、こうストンって座ると腰がちょうどいい感じになるけど、あれも最初だけだからね。あ、そうなんだ。デローンってなんか、はぐれメタルみたいになっちゃう。もうほぼないね。あんまりおすすめしないかな、俺はだから。新津君は今回またお金を使って復活させたんだもんね。ランニングコストが払える人は。そうだね。でも銀座店には、ビーズがちょっと大きいサイズの、ヨギボが売ってましたね。ってことは下手らない。中に、そう、入ってるビーズが、なんか3倍くらいでかいんですよ。で、へたりにくい。小さいからいいんじゃないの？そう思うんだけど。そう。でも、座り心地はあんまり変わんなくて。で、へたりにくいし、しかもカバーに。へたりにくいっても言っちゃってんの、ヨギボの人が。あ、そうです、そうです。もう、なので。認めちゃってんじゃん。あなた方に売ったやつはへたりますよって。そう、へたりにくいから、なんか旅館とかに置いて、お客さんが利用するのにも長く使えますよ。あ、いろんな人がわーって使っても大丈夫なようになってる。しかもタグがあって、そこにタグにプレミアムって書いてあるから、あ、なんかちょっといいんだなっていうふうに思わせられますと。プレミアムってタグがついてるから。タグがついてるからって。高いのそれ。で、そう。で、結局僕が行ったその店も、カバーもプレミアムしかありませんって言われちゃって、これ何が違うんですかって聞いたら、まあほとんど変わらないんですけど、値段は3000円違いますって言われて。タグ代。それを、もうしょうがなくもそれしか売ってないんで、3000円高いそのプレミアムのカバーを買いました。プレミアム買ったからパンパンだったんじゃないの？そうなんですかね。わかんないけど、まあ俺は手のやつはもういいわ、買わないわ、多分。ビーズクッション系は。うん。好き嫌い、ね、腰痛くなってたもん最後の方沈みすぎて。うんうんうん。もうそうなってくるとね。そうだから松本くんもちょっと部屋的にね、ああいうの多分ね、なんかタイミングによって起きたくなる時があるかもしれないから気をつけて。俺はもうああいうの全然興味ないから。あ、本当。そう、いわゆるもう四角いソファーが好きだから。そうだよね。うん。まあでもやっぱ普通のソファー。沈むのがなんかね、多分あんまりこう合わないというか。あ、なるほどね。そういう人もいるよね。俺も最初良かったけど、まあだからそうだわ。買ってみて分かったけどね、もう買わないと思うわ。だからニツくんも次下手ったら考えな。そうですね。うん、今はすごいパンパンで小さな相撲取りがいい小さな相撲取りがいる感じなの。家にいるみたいな感じになっちゃってますね。下手らさないといけない状態なんでしょ。そうですそうです。しごいてやんないとこから。しごいてやんないと。だけど、パンパンのやつをしごいてやらなきゃいけないの。そうです。だけど、パンパンのやつをさ、しごいてちょうど良くなるってことはさ、その後下手る。その後下手るのが見えるよね、もうね。そうですね。なるほどね。うん。そっかそっか。なるほどね。なかなかちょうどいい時期が短いと。うん。いい感じでどうでもいい話だったね、今日はね。はい。じゃあ締めましょうか。はい。はい。というわけでお送りしましたのは、ラムライダーと、松本と、ニーズでした。また来週、さよなら。さよなら。